今回は無職転生の主要キャラ4人の人生と未来のルーデウスが歩んだ人生について総集編としてまとめて紹介していきます。まずはロキシーの基本的なプロフィールを紹介します。種族は魔族のミグルド族で、職業は魔術師です。水属性を得意とする水星級の魔術師で、 A ランクの冒険者です。青髪を三つ編みにした女性で、種族の特性から外見年齢は14歳くらいの少女に見えます。しかし実際は初登場時で37歳。この年齢は前世を合わせたルーデウスとほぼ同い年になります。性格は礼儀正しい勤勉な努力家ですが、ロジなところや自分の考えに固執しすぎて相手の気持ちを察することができない時があるといったところが欠点となります。そして後にルーデウスの妻になる人物です。そんな無職転生において重要人物といえるロキシーの生い立ちから見ていきましょう。ロキシーは魔大陸のミグルド族の集落で生まれました。両親ともにミグルド族で、純血のミグルド族ですが、それにもかかわらず種族全員が使える特殊能力である念話を使うことができませんでした。ミグルド族は基本的に言葉を用いず、念話で会話をするため種族の輪に入ることができずに孤独な幼少期を過ごします。一つ幸いだったことは、両親には深く愛されていたことで、彼らは娘のためにそれまでほとんど使ったことのなかった言語を完璧に覚える努力をしました。他種族との最低限の交流のために多少は学んでいたようですが、成人をしてから言語を覚えるのがいかに大変かは想像に難くありません。愛情の深さがわかりますね。しかしいくら両親が愛してくれても、それで孤独がなくなるわけではありませんでした。息が詰まる感覚を常に感じていたロキシー。そんな彼女はある日行き倒れになった旅人を見つけます。死体を漁ろうとその旅人に近づいたロキシーでしたが、彼女は生きていました。旅人の名はブラッティカント。世界中を回ってみたものを本にしている魔術師でした。ロキシーはカントから外の世界のことを教えられます。念話の使えないロキシーにとって言葉で会話をする外の世界はとても魅力的に映ったことでしょう。またロキシーはカントから魔術を教わりました。ロキシーはカントのことを師匠と呼ぼうとしますが、カントの希望で先生と呼ぶようになります。ロキシーは魔術を覚え、カントと一緒に外の世界に行きたいと思っていましたが、カントは一人で旅立ってしまいます。そしてその1年後、ロキシーは誰にも告げずに黙って里を出るのでした。里を出たロキシーは狼型の魔物の集団に襲われます。魔術で撃退するものの、魔力が尽きてしまうロキシー。そこで冒険者たちに助けられますが、その後しっかりと金銭を要求されます。さらに町への生き方を教えてもらったことにも金銭を要求され、紋なしになってしまいます。その後に町に着いてから財布を拾ってくれたと思った人が実はスリだったりと、軽く人間不信になるロキシー。冒険者登録をし、最初の依頼を選ぶとき、ベテランの冒険者からアドバイスを受けますが、人間不信になりかけのロキシーはそのアドバイスを無視しました。そして依頼中、魔物に囲まれピンチに陥りますが、先ほどアドバイスをくれた冒険者であるデールが仲間たちと共に助けてくれます。しかしその後、デールの仲間であるノコパラにまたもや金銭を要求され、ロキシーはついに爆発しました。何でも金金ってそんなに大事ですか？それに対しノコパラは金の大事さを主張し、言い返しました。この時やそれ以降に語られた金に対するノコパラの考えや行動は、後のロキシーの価値観にも少なからず影響を与えたと思われます。ちなみにこのノコパラ、アニメ一期で不正を働いたルーデウスを脅迫した馬面の男だったりします。この時の言い合いはデールが仲裁し、助けチン代わりということで、ロキシーはデールのパーティーに加わり働くことになりました。名目はただ働きのような形でしたが、デールたちはロキシーに食事という形で分け前を渡します。翌日ロキシーはデールに助けてくれたお礼を言いました。こうしてロキシーはデールたちの仲間になったのでした。パーティーの一員になったロキシーは、パーティーの方針を決める対決に参加することになります。パーティーを2つに分けて、報酬を多く稼いだ方が勝ちというルールでした。この時ロキシーは子守の依頼を受け、そのついでに買い物を頼まれます。行き先は下着屋で、この時ロキシーは初めて可愛い下着というものを目にします。ロキシーはここで買い物することを目標の一つにしました。後のご神体ですね。そしてこの時買い物として頼まれた下着は、股間部分に穴が開いたデザインのものでした。この時ロキシーは尻尾のある種族用の下着と勘違いしますが、後にルーデウスによって使用方法を教えられ、その着用姿を披露したそうです。そしてこの時の勝負は金額は同額でしたが、子守をした子供に飴玉をもらったため、その分でロキシーたちの勝ちでした。またこの時に生まれて初めて甘いお菓子を食べたロキシーは、すっかり甘いもの好きになっていたりします。最初はなし崩しでパーティーに加わったロキシーでしたが、すっかりチームに馴染み、気がつくと3年、デールたちと一緒に過ごすことになります。このままずっとデールたちと一緒に冒険者をすると考えていたロキシー。しかしパーティーのリーダーであり、それ以上に精神的な中核であったデールが依頼中に死亡してしまったことによって、パーティーは解散となってしまいます。パーティーメンバーの中には故郷に帰る者もいましたが、故郷には戻りたくなかったロキシーは冒険者を続ける道を選びました。その後ロキシーは魔大陸を出てザントポートに渡り、
数年冒険者として活動します。この時期のロキシーは吟遊詩人の題材になるほどの活躍でした。ただしこの歌は実際よりもかなり盛られていました。アスラ王国の首都アルスでロキシーは王子であるブラッディカントと再会します。ロキシーはカントに紹介状をもらい、ラノア魔法大学に入学することを決めました。ラノア魔法大学といえば無色転生のアニメ2期の舞台でリューデウスが入学した大学です。実はロキシーはリューデウスの先輩で OG だったんですね。ラノア魔法大学に入学したロキシーはそこで第二の師と呼べるジーナス・ファルスと出会います。ジーナスに弟子入りしたロキシーは大学内でも頭角を現し、水星級魔術師になりました。ルームメイトであり従属のレネといった友人もできました。このレネという少女は非常に可愛らしい人物なのですが、本編には未登場なのが残念です。レネが登場しロキシーが主役のロキシーだって本気ですをいつかアニメ化してほしいですね。さて話を戻します。そんな風に充実した学生生活を送っていたロキシーでしたが、全てが順風満帆というわけではありませんでした。魔族であることや優秀すぎる学生であったロキシーに悪感情を向ける生徒も数多くいたのです。ある時ロキシーが迷宮で手に入れた魔石で作った杖を盗品ではないかと言いがかりをつけてきた学生たちがいました。盗品でないと証明したければ自分たちの分の魔石を取ってこいという学生たちに対し、ロキシーは彼らを適当にあしらい、欲しければ自分で言ったらどうですかと返しました。その結果彼らは本当に迷宮に行き、一人を残し全滅してしまったのです。生き残った一人がロキシーに詰め寄って言います。お前のせいでみんな死んだ。お前が俺たちに迷宮で取ってこいと言ったんだろ。それに対しロキシーはこう答えます。そんなこともあったような。自己責任以外の何者でもないのでは。ロキシーの言葉は理屈で言えば全くの正論です。ですが理屈で全てを割り切れないのが人間というものです。その後泣き崩れる男を見てもロキシーは一切の罪悪感を感じることも同情もしませんでした。またこの時のロキシーは師であるジーナスを追い越しつつあり、彼に対し魔術の理論についてたびたび間違いを指摘したり、上から目線とも取れる発言をするようになります。そのことによりジーナスに嫉妬と反発を覚えさせてしまうことになりました。フォローしておきますと、これらの行動に対しロキシーに悪意はなく、また差別的な視線に抗うよう認めてほしいという欲求が強すぎたためにこのような行動につながったのだと思われます。しかし後で語るパックスのエピソードも踏まえますと、ロキシーは共感性、他人の立場に立ってその気持ちを察するのが少し苦手なのだと思われます。これはおそらく幼少期に原因があるのでしょう。通常人間に限らず生物は幼少期の他者との関係性の中で思いやりや優しさといった感情を育むものですが、その時期に両親としか交流を持てなかったことでその分野が未発達になってしまったのだと思われます。このように周り全てに対して頑なになったロキシーはジーナスともレネとも喧嘩別れのような形で大学を卒業します。この時ロキシーは実力的には首席でしたが、同時卒業者の中に貴族がいたため首席を得ることができませんでした。それをジーナスが不当に評価を下げたと思い込んでしまうほどロキシーの心は閉ざされていました。卒業後も外見が子供なことや頑なになりすぎた考え方が災いして仕事を得ることができませんでした。断られた仕事の中には後にルーデウスが務めることになるエリスの家庭教師もありました。面接の場でエリスの父であるフィリップに対して自分の考えを述べます。それは学ぶ意欲のない者には何を教えても無駄であるというものでした。その答えを聞いてフィリップはロキシーが学びにおいて挫折をしたことがないのだと見抜きます。ロキシーのような考え方ではエリスのように勉強が不得意で嫌いな人に教えるのには不適当であると判断したのでしょう。娘は任せられないと面接は不合格になりました。ここでも他人の立場や気持ちが考えるのが苦手なロキシーの欠点が出てしまっていますね。もしこの時ロキシーがエリスの家庭教師になっていたら、二人の仲は険悪なものになっていたでしょう。後にまで響く亀裂になってしまっていたかもしれません。ちなみにもしロキシーが従属だったら面接なしで合格だったそうです。この一族の従属好きは筋金入りですね。ロキシーが従属でなくて本当に幸いでした。停滞した状況でロキシーはブエナ村の家庭教師の依頼を受けます。この時のロキシーはこの仕事を踏み台くらいに考えていました。しかしここでロキシーはルーデウスと運命の出会いをすることになるのでした。ここからは本編の1話と時間軸が重なる内容です。このチャンネルの視聴者はアニメメインの方が多いと思いますので、アニメでは明かされなかった情報を中心に解説したいと思います。グレイラット家を訪れたロキシー、そこでルーデウスの無影将魔術を見たロキシーは驚愕します。無影将はロキシーにもできないことだったからです。これにより幼い子供だと見くびっていたルーデウスに対する認識が変わりました。またロキシーは魔術でゼニスの木を折ってしまうというドジを晒してしまうのですが、そこでルーデウスに、先生は今失敗をしたんじゃありません、経験を積んだんです、とフォローされます。この言葉にロキシーはほだされました。さらにロキシーは雇われの身としてリューデウス一家とは距離を置こうと考えていましたが、リューデウス一家は主人と使用人は同じ食卓にはつかないという一般常識を無視してロキシーを家族のように扱います。一緒にお菓子作りをしたりすることもありました。
この扱いにロキシーの心は少しずつ癒されていきます。しかしブエナ村にも魔族であるロキシーに敵意を見せる者や彼女の力を利用しようとする者もいました。そんな村人に対しリューデウス一家はロキシーを守る姿勢を見せます。パウロに説教されて反省した村人たちはロキシーを利用しようとするのをやめ、精一杯の依頼金を集めて日照りの村に水を供給してほしいと頼みに来ました。それは請求魔術師のロキシーに依頼するには足りない金額でしたが、ロキシーは頑なだった姿勢をやめ、以前にもらった野菜を前金にすると理屈をつけて村民が用意した金額で村に雨を降らせます。ちなみにこの野菜とはピーマンですが、ロキシーの苦手な食べ物でした。そしてロキシーの行動に応え、村人たちも態度を軟化させて彼女に感謝を述べるようになりました。それからロキシーと村人たちは悪くない関係を築くようになります。とはいえロキシーは無償で依頼を受けることは決してしませんでした。冒険者時代の経験や自分を利用しようとする者との接触もあって、ギブアンドテイクの考え方が強く根付いているのでしょうね。前述の雨の件のようにおまけするくらいのことはしたかもしれませんが、それ以上は関係を破綻させると考えたのでしょう。こんな感じで村人たちと接する一方、リューデウスと接する中でロキシーは彼の優秀さに嫉妬したりしました。またリューデウスの言動と大学時代の言動を照らし合わせ、恥ずかしさを覚えたり、ジーナスの気持ちを考えるようになりました。相手の立場に立つことで理解できるようになったんですね。それとこの時期のロキシーといえばロキニーのことにも触れないといけないでしょう。夫婦の営みをするパウロとゼニスに性欲を抑えられなくなり、それを除いて自分を慰めたりもしています。これがアニメで表現されたのはインパクトが絶大でロキニー界と呼ばれています。また単なる性欲ではなく、二人の仲睦まじさを見て恋人や夫婦といった関係に憧れを抱くようになったようです。そしてこんな風に充実した生活を送りながらブエナ村に馴染んでいったロキシー、村人からも定住を勧められます。しかしリューデウスが優秀すぎたため教えられることが何もなくなり、自分の役目がなくなったと判断したロキシーは村を去るのでした。この村で過ごしたことはロキシーにとって魔術師としても一人の人間としても彼女を大きく成長させる糧となったことでしょう。それともう一つ言っておかなければならないことがありました。それはロキシーがグレイラット家に滞在していた時期にリューデウスが彼女のパンツをくすねており、ご神体として祀られることになったということです。グレイラット家を出たロキシーはシーローン王国の第7王子であるパックスの家庭教師になります。見た目で舐められパーティーを組めなかったことで意地になり、シーローン王国の迷宮を一人で攻略したことによって高く評価されスカウトされたのです。そしてこの時期にロキシーは水王級の魔術師になりました。王級の魔術は国家などが管理しているそうですので、おそらくは家庭教師の報酬の一つとして魔術を教わったのではないかと思われます。そしてロキシーはルーデウスへの手紙でパックスのことをリューデウスのように優秀でリューデウスのようにスケベな生徒と記しました。これは本当でもあり嘘でもあります。まずスケベなことは本当です。アニメ1期4話で背後からロキシーの胸をわしづかみにし、魔術で制裁を受けていたスケベ小僧、印象に残っている方も多いと思いますが、彼がパックスです。そして優秀という言葉、これは真実でも嘘でもあります。まず前提としてリューデウスほどには優秀ではありません。リューデウスの場合は高い素質を持って生まれ、前世の記憶より生まれた時からかなり成熟した自我を持ち、さらには自己流のトレーニング方法が最適だったという運にも恵まれた例外中の例外なので、これは仕方ありません。しかしパックスは中級魔術をまだ子供と呼べる能力で習得しているんですね。これは一般的な物差しで見ればかなり優秀であると言えます。ロキシー自身14歳で中級魔術まで習得していたことでかなりの称賛を受けたくらいです。ですからロキシーとしては嘘をついたつもりはなく、客観的な評価に若干のお世辞を混ぜて書いた感じだったのでしょう。しかし内心ではルーデウスの優秀さと比較し失望も感じていました。ロキシーはその失望を隠そうとしていたと思いますが、その失望が無意識に漏れてしまいパックスに伝わったことで後に悲劇へとつながってしまうのでした。ピットア寮転移事件のことを知ったロキシーはピットア寮を訪れます。そこで何もない草原になったブエナ村を目にしました。変わり果てた姿にショックを受けながら、馬車の業者から難民キャンプの話を聞いたロキシーは一縷の望みをかけてそこに向かいます。そこでロキシーは掲示板からパウロの生存とリューデウスとゼニスが行方不明になっていることを知りました。リューデウスの生存を信じるロキシーはパウロが探すであろう範囲の外である魔大陸へ自分が赴き、リューデウスを探すことを決意しました。そしてパウロの元パーティーメンバーであったエリナ・リーゼとタルハンドのパーティーを組みます。二人はパーティー解散時のいざこざが原因でパウロには恨みを抱いていましたが、同じくパーティーメンバーだったゼニスのことは大切に思っていたのでお互いの目的が一致していました。そして魔大陸に旅立った3名、ロキシーは15年ぶりに魔大陸の港町ウェンポートに降り立ちました。途中リューデウスとニアミスをすることもありましたが、一
人神が妨害工作を行ったこととルーデウスが偽名を使っていたことが原因ですれ違います。捜索の旅の途中、ロキシーはエリナ・リーゼの男あさりに軽く頭を悩ませていました。しかし宿から聞こえる強制に自身の性欲を刺激されてしまったりもしました。そしてある日にロキシーはルイジェルドと遭遇します。ロキシーにとってルイジェルドは恐ろしい存在と教え込まれてきたスペルド族でしかなく、それに恐怖を感じていた彼女は一人楽しんでいるエリナ・リーゼに苛立ちをぶつけようと部屋に乗り込みました。しかしエリナ・リーゼは5人の男性相手に行為を行っていたのです。複数の相手と行為を行うという常識のなかったロキシーは目にした光景にパニックに陥り、魔術を使用して宿を徘徊させてしまいました。その後ロキシーはエリナ・リーゼに文句を言いながら旅を続けます。その時ロキシーは原作では内心で、アニメでは声に出して自身の理想の出会いを考えていました。それは迷宮の奥底でイケメンで背が高く、でもまだ子供っぽい表情をする人族の男性に助けられ、助け合ううちに恋が目覚めるというものでした。ロキシーがこのような理想を抱いたのは、大学時代の知り合いにそれに近い出会いから結婚に至った人物がいたからです。そこにロキシーの好みが付け加えられた結果、幻想としか呼べないものになってしまったのでした。しかし奇跡的にも後にその理想通りの出会い、正確には再会をロキシーは果たすことになりますが、それは後に語ることにしましょう。ロキシーは故郷を訪れます。しかし電話でしか会話しない故郷はロキシーにとって居心地のいいものではありませんでした。しかし再会した母からの愛情を感じたロキシーは50年に一度は帰ってくることを約束し故郷を去ります。続けてロキシーはノコパラと再会し昔を懐かしみました。そしてルイジェルドとパーティーを組んでいる男がリューデウスの偽名であることに気づいたロキシーは捜索対象を他の家族として魔大陸北西のクラスマの町にたどり着きます。そこでキシリカと出会います。キシリカはタルハンドと飲み比べをしますが、周囲を巻き込んで盛り上がりすぎた結果店をめちゃくちゃにしてしまいました。弁償の金が足りずにキシリカが窮地に陥った状況で、責任はタルハンドにもあると判断したロキシーは彼の財布から金を払うことでキシリカを助けます。そしてその例としてキシリカの魔眼の一つバンリガンによってゼニスがベガリット大陸の迷宮都市ラパンで生存していることを教えてもらうことができました。なぜかゼニスの詳細な状況までは分かりませんでしたが、行方不明の家族全員の居場所をつかんだことでロキシーはパーティーを解散します。ロキシーはつかんだ情報をパウロに伝えるためミリシオンへと向かうのでした。パウロにゼニスのことを伝えたロキシーはそのまま彼に同行しベガリット大陸へと向かいました。そして迷宮都市ラパンにたどり着き、その北の迷宮にゼニスが囚われていることを突き止めます。迷宮に入るパーティーの中にゼニスらしき人物を見た者があり、そのパーティーは消息を絶ったというものでした。キシリカからの情報がなければ生存自体が絶望視されていたことでしょう。パウロ、ロキシー、タルハンド、ギースの4人は迷宮を探索しますが、熟練の冒険者たちである彼らですら1年かけても半分も攻略できないほどその迷宮は厄介なものでした。そしてその迷宮でロキシーが転移魔法陣を踏んでしまい、パーティーと分断されてしまいます。普通ならばそれで終わりですが、超優秀な魔術師であるロキシーはなんと1ヶ月もの間一人で生き続けました。そして絶体絶命の危機に陥ったタイミングで現れたルーデウスによって救出されます。それはロキシーの理想通りの出会いでした。しかしルーデウスがあまりに成長していたため、ロキシーは助けてくれた相手に名前を尋ねてしまいます。忘れられたと思ったルーデウスはショックで吐いてしまいました。そしてその後ロキシーたちはゼニスを救出します。しかしそこでパウロが戦死し、救出したゼニスも廃人のような状態でした。そのことで落ち込むルーデウス、パーティーのメンバーはルーデウスならば立ち直れるだろうと判断しますが、ロキシーの考えは違いました。ロキシーは幼い頃のルーデウスが精神的に弱い部分があったことを覚えていたのです。作者発言でもロキシーは3人の妻の中でルーデウスの精神面の弱さを唯一理解している人物とのことです。そのためロキシーはルーデウスを慰めるため彼に自らの体を捧げました。そしてその後エリナ・リーゼの後押しもありルーデウスの2人目の妻となります。ルーデウスの家で暮らすようになったロキシーはラノア魔法大学で教師になることを決めます。そして師であるジーナスと再会し、互いに過去のことを詫びました。そしてルーデウスと式を挙げ正式に妻になりました。またその前から性生活はあり、この時期のロキシーはルーデウスから責められまくりでしたが、後に技を覚えてお返ししたようです。また結婚式の日にはシルフィーも含めた3人で一緒のベッドに入ったりしました。ルーデウスにとっては最高の夜だったそうです。このように公私ともに充実した生活を送るロキシーでしたが、結婚から2年後運命の分岐点が訪れます。ある歴史では妊娠中にロキシーは魔石病という病に感染し、母子ともに亡くなってしまうのです。これは人神による策略でした。生まれるはずだった子供が人神にとって厄介な存在だったため彼はこのようなことをしたんですね。しかしこの直前に未来から来たもう一人のルーデウス、通称ローデウスがこの危機を伝えたので、物語本編では危機を回避しました。
しかしそれにより人神に家族を人質に取られ、リューデウスは竜人オルステッドと戦わなければいけないことになってしまいます。その詳しい事情を伝えられないまま、ロキシーはオルステッドと戦うために必要なマジックアーマーの開発に協力をしました。その後ルーデウスがオルステッドの配下になり、同時に彼の庇護下に入ることで問題は解決します。そしてエリスが3人目の妻となり、シルフィーが受け入れてくれたようにロキシーもエリスを受け入れました。それからロキシーにとっては長女、ルーデウスにとっては次女にあたるララが生まれて一児の母となります。ララは覚醒遺伝で念話の能力を持っており、それが分かった時にはミグルド族の村に預けた方が娘の幸せになるかもしれないと考えました。しかしロキシーは自らの手で育てることを決意したのでした。ロキシーはその人生において幾度も過ちを犯し、それを反省し成長してきました。この辺はルーデウスや無色転生に登場する多くの人物たち、そして現実に生きる私たちとも同じと言えるでしょう。そして無色転生の物語に書かれた中で、ロキシーの最大の過ちと考えられる出来事がシーローン王国での戦争で起こります。シーローン王国の王子であるパックスが王位を簒奪して国王になりましたが、その後でさらにクーデターが起こり、パックスは追い詰められます。そのような状況でルーデウス、ロキシー、ザノバが王宮に侵入し、パックスの前に立ちました。そこでパックスが恨み事を語ります。それはパックスが彼なりに努力し中級魔術を得得した時、ロキシーがやっとこの程度かと言わんばかりにため息をついたという話でした。器用なタイプではなく、周りに評価されることが少なかったパックス、そんな中多少なりともパックスのことを認めてくれたロキシーをパックスは慕っていました。しかしそんな相手にため息をつかれたことでパックスは傷つき、努力をすることをやめてしまったのです。結果としてロキシーはさらにパックスから興味を失い、彼を見捨てて国を出てしまいました。自分の過去の過ちを突きつけられたロキシーは言い訳も封じられ、押し黙り後悔します。そして悪態を放った後、パックスはバルコニーから飛び降りました。自ら死を選んだ直接の原因はクーデターに敗れたことですが、精神的に追い詰められた状態で蘇った過去のトラウマも全くの無関係ということはできません。自らの過ちが生徒を死に追い込んだ、その事実にロキシーは涙し、自分に教師を続ける資格があるのか悩みました。そんなロキシーにルーデウスはかつてと同じ言葉を投げかけます。先生は失敗したんじゃなくて経験を積んだんです。それが詭弁であることはルーデウス自身分かっていました。言葉自体も漫画家ゲームの借り物です。ですがそれでも自分だけはロキシーを肯定したい、そんな思いからの言葉でした。先生が同じ失敗を繰り返さないなら、先生の生徒はみんな俺のように立派に育ち幸せになります。少なくとも自分はロキシーに救われた、その事実と思いをルーデウスは妻に伝えました。その後ロキシーの中でどんな葛藤と決意があったのか、具体的なことは書かれておらず推測するしかありません。しかしこの時の後悔と罪を生涯忘れずに、一人でも多くの生徒を幸せにするために教職を続けたのではないかと思います。人神陣営との戦いにもロキシーは参戦します。しかしオルステッド陣営においてルーデウス以外の魔術師は戦力的には基本的に彼の介護官になってしまうため、あまり目立った活躍はありません。そんな中ロキシーが見つけた役割は転移魔術を習得しマジックアーマーを召喚することでした。これによりサイズが大きく燃費が悪いため持ち運びに難があるマジックアーマーをいろいろな場所で使用できるようになり、リューデウスの大きな助けとなります。当人バーディーガーディーとの戦いでは切り札であるマジックアーマーゼロ式をルーデウスへと届けました。そしてそのおかげもあってオルステッド陣営は人神陣営との戦いに勝利します。そして戦いの後ロキシーは教育者として活躍し、最終的には魔法大学の校長となりました。ルーデウス、サイレントセブンスターと並んで400年代を代表する魔術師として歴史に名を残しています。優れた教育者として評価されるロキシーは、歴史上の偉人としては目立った功績が伝わっていないルーデウスよりも評価が高いそうです。過去の過ちは消せませんが、しっかりと反省して成長したことがわかりますね。ここからは本編以外、番外である打足編とロキシーだって本気出すの最終回で語られた内容に触れます。ロキシーは第二子として娘リリを出産しました。またロキシーは義理の祖母であるクレアラトレイヤと交流を持つようになります。元は宗派の教えから魔族排斥派のクレアでしたが、リューデウスの願いでミリス教の別の宗派に変わってからは魔族であるロキシーにも公正に接するようになりました。クレアは自身の経験をもとに子供を育てる上でのアドバイスをロキシーに送ります。それはルーデウスや他の妻2人よりも一歩引いて家族を見られるロキシーは子供の異変にいち早く気づけるというものでした。魔族排斥派であったにもかかわらず自分を信頼してくれたとロキシーは感じます。その信頼に対しロキシーは親として教育者として改めて子育てについて考えます。するとそこにララが現れました。ロキシーは家の中でレオの背中に乗ったララの行儀をたしなめます。すると面倒くさそうに降りたララは手にネックレスを持ってクレアに近づきました。それはクレアがなくした思い出の品で彼女が探していたものでした。ララ曰くおやつをもらったお礼とのことです。
それを受け取ったクレアは、ララは少しいたずらが過ぎるが本当の礼儀を知るいい子だと評価します。そんな評価をするクレアに対し、ロキシーは彼女を誤解していたなと考えます。クレアは老齢のため先はあまり長くないかもしれませんが、二人はいい関係になれそうだなと感じる一幕でした。それとちょっと可愛いエピソードとして、この時ロキシーは娘に自分のおやつを取られています。大好きな甘いものを取られたことに未練がましい感情を覚えており、親になってもロキシーは大変可愛らしいですね。結婚後のある日、ロキシーはルーデウスに自分の過去を話して聞かせます。そしてその日、自分は妻なのだから先生ではなく名前で呼んでほしいと告げ、そのまま盛り上がり夜を共に過ごしました。翌日に論文を仕上げるためにいつもより少し早くラノア魔法大学に向かったロキシーは、今の生活が夢のようだと思います。そこでスリに有り金を取られ、空腹で倒れかけたカントとぶつかりました。ロキシーは最初の師匠であるカントに食事をおごりながら彼女の著書についての感想を語ります。そしてカントは自分もだいぶ年を取ってきたので旅をやめて古巣で次の原稿を書き上げるつもりだと語ります。その題材はロキシーの英雄譚で、それを聞いたロキシーは真っ赤になって取り乱しました。そしてしばらく会話して2人は別れます。ロキシーはいずれ本当に英雄になるかもと思いながら見送るカント。しかしカントはもう自分は長くないと感じており、もしかしたらこれが2人の最後の開口となったのかもしれません。最後にロキシーの娘であるララの旅立ちについて解説します。子供たちのうち5人までが独り立ちしたグレイラット家。ロキシーは学年主任まで出世しています。ルーデウスと3人の妻が外出から戻るとレオのうなり声が聞こえます。その必死な声を聞いて駆けつけると、そこにはレオとカバンを奪い合うララの姿がありました。ララの抱えるカバンは3つ。明らかに近場に出かけるような状態ではありませんでした。下手にごまかすとエリスに接管されることを知っているララは白状します。ちょっと旅に出ます。さらに家族が行き先や理由を問うと、ララは面倒くさそうな表情をしながら答えます。ちょっと微妙な未来が見えたので、あっちこっち今のままだと負けるので、次に帰ってくるときは男を連れてくる、あといろいろ実験もする。念話が使えるためか、言葉による説明が足りないことが多いララの答えはそんな感じでした。それに対しロキシーは、ララが占いをしてその結果が悪かったため結果を変えようとしているのだと解釈します。ルーデウスはそれは何か違う気もしましたが、最後に残った娘が伴侶を連れてくるかもしれないことを少しワクワクします。しかしララは、帰ってくるのは数十年後で、その頃にはもうルーデウスやエリスは死んでいるため紹介することはできないと答えました。それに動揺しつつも、グレイラット一家は子供は巣立つものという考えを持っており、それを引き止めようとはしませんでした。ただせめて別れの挨拶はしてほしかったと思います。それはレオも同感で、レオがララを引き止めていたのも彼女が別れの挨拶をしていなかったからでした。そしてルーデウスたちはララに旅立ちの贈り物をします。ルーデウスはアクアハーティアを贈りましたが、ララは杖自体よりも杖を包んでいたローブの方が気に入ったようです。それはルーデウスのお古でした。そしてララは旅立ちます。子供たちが全て巣立っていってしまったことに寂しさを感じつつ、ルーデウスは自分の人生を振り返り満足感を感じます。そしてこれからの人生に思いを馳せました。ロキシーも他の二人の妻もきっと同じような気持ちだったのではないでしょうか。最後に余談ですが、ララについて考察します。ちょっと微妙な未来が見えたので、この言葉に代表されるように、ララには予知じみた力があるのではないかと思われる場面が所々に見られます。パックスが自殺した件でも、ロキシーが彼の死に立ち会えたのはララに促されたからでした。この時のララは占いなどできるような年齢ではありませんので、別れの時にロキシーが考えたように占いによって動いているわけではないと思われます。そう考えると、男を連れてくるまで数十年というのは、運命の相手は分かっているが、結ばれるまでにはそれだけの時間がかかるということではないでしょうか。この推測が正しいとすると、3つの可能性が考えられます。まず1つ目、相手がまだ生まれていない。これはシンプルですね。まだ生まれてすらいないのなら連れてこれるはずもありません。2つ目の可能性は、ララの相手が篠原明人であることです。篠原明人は七星の思い人で、彼女と一緒に召喚された人物です。篠原明人が無色転生の世界に現れるのは、ルーデウスが死んだ後で異世界の勇者的なポジションにつくと思われます。そのため世界を救う救世主と予言されたララとは何らかの関わりを持つ可能性が高く、またルーデウスが生きている間に紹介できないという条件にも当てはまります。この推測が当たっている場合、七星とララの関係がどうなるのか気になりますね。そして3つ目の可能性は、ララの相手が友人オルステッドだということです。ルーデウスとロキシー、ノルンとルイジェルド、アルスとアイシャ、グレイラット家の人間は幼い頃に面倒を見てくれた年上に恋し、成長して結ばれるケースがやたら多いです。これを考えると、ララとオルステッドが結ばれる可能性もある気がしてきませんか。ただしオルステッドは200年周期でループする呪いにかかっているため、
この呪いから解放されるまで伴侶を持つことはないでしょう。そしてこの呪いは人神を倒すためのものであるため、人神を倒すことで解けると思われます。そのためリューデウスが生きている間に結婚相手として紹介することができないという条件にも当てはまってきます。また旅立った理由も、自分の結婚相手であるオルステッドが人神に勝てるようにいろいろと準備をするためと考えると、全てがつながってくるのではないでしょうか。この答えはいずれ無色転生の続編として書かれるかもしれません。その際にはぜひロキシーにも再登場してもらいたいですね。交流歴407年、人族とエルフのハーフである父ロールスと、人族と獣族のハーフである母との間にシルフィエットは生まれます。つまり人族1/2、エルフ1/4、獣族1/4の混血ということですね。外見には獣族の特徴は現れていないので、このあたりシルフィーのことをエルフあるいはハーフだと勘違いしていた人は多いんじゃないでしょうか。交流歴412年、シルフィーが5歳の頃に彼女は故郷であるブエナ村でリューデウスと出会いました。この時リューデウスも5歳なので、2人は同い年ということになります。出会いのきっかけは、いじめられていたシルフィーをリューデウスが助けたことでした。シルフィーは緑色の髪色をしていましたが、それが悪魔と呼ばれ恐れられているスペルド族と同じ髪色だったため、いじめられる原因になってしまったんですね。ちなみに大人に関しては両親の努力もあって理解を示してくれていたようです。いじめられているシルフィーを助けた時、リューデウスは泥で汚れた彼女の体をお湯を出す魔術で洗い流してあげました。そしてこの時シルフィーは髪を非常に短くしていました。これは髪の色が原因でいじめられていたことによるコンプレックスがあったからです。さらに服装にも気持ちが現れており、逃げやすいようズボンを履いていました。こういった格好をしていることもあって、リューデウスはシルフィーを男の子と勘違いしました。またこの性別に対する誤解がより納得しやすいようにしたのか、原作とアニメでは変更された点があります。シルフィーの一人称はアニメでは最初から僕ですが、小説では最初は私だったんですね。後に男装をするようになってから僕へと変わりました。裏話はこれくらいにして、2人の出会いに話を戻しますね。リューデウスに助けられた後、シルフィーはリューデウスの唯一の友人として彼から魔術を教わるようになりました。無影章で魔術を使えるリューデウスに教わったおかげで、シルフィーも無影章で魔術を使えるようになります。無影章の魔術は幼少期から使うよう意識しないと習得できません。大人になってからの習得は困難です。そのため普通の魔術師には真似できず、ロキシーですら影章短縮が限界でした。こういった事情から、無影章魔術はリューデウス同様にシルフィーの強みとなりました。交流歴413年、シルフィーとリューデウスが出会って1年後、彼女が6歳の時に裸を見られてしまうという事件が起きます。それはシルフィーのことを男の子だと勘違いしていたリューデウスが、一緒に風呂に入ろうと彼女の服を無理やり脱がしてしまったことが原因でした。シルフィーは生まれたままの姿をバッチリと見られてしまいます。羞恥に涙するシルフィーに対し、必死に謝り何とか許してもらったリューデウスは、この時にシルフィーは髪を伸ばしたら可愛いと思うというようなことを言いました。シルフィーはリューデウスと結婚後、髪を伸ばすようになりますが、もしかしたらこの時の言葉が関係しているのかもしれません。だとしたらいじらしいですね。交流歴414年、それからさらに1年後、シルフィーが7歳の時にリューデウスと別れることになりました。2人の関係にリューデウスの父であるパウロが懸念を覚えたことが理由です。パウロはシルフィーとリューデウスが互いに依存しすぎていると判断し、2人を一度引き離すことにしたのです。リューデウスが2人分の学費を稼ぐという名目で、親戚であるエリスの家庭教師を務めることになりました。一方シルフィーの方は当然別れに対し拒絶的な感情を示しました。しかし両親に説得されたこともあり、最終的には再会の日を胸を張って迎えられるように自分磨きを決意します。そのための行動として、村の診療所でゼニスを手伝ったり、リーリャから礼儀作法や家事を教わるようになったのでした。交流歴417年、シルフィーが10歳の時にフィットア領転移事件が起こります。ブエナ村全体が巻き込まれ、シルフィーはアスラ王国第二王女アリエルが住む宮廷の遥か上空へと飛ばされてしまいました。この時に落下死を免れるために魔力を使いすぎたことが原因で、シルフィーの髪は白く変色します。通常魔力枯渇を起こしても髪の変色は一時的で済むのですが、シルフィーの場合は魔力枯渇、転移の影響、恐怖と複数の要因が重なったことで白髪のままになってしまったと、作者である理不尽な孫の手氏がコメントしています。そしてこの落下の直後、シルフィーはその落下地点にいたモンスターを倒して王女であるアリエルの危機を救いました。これがきっかけとなり、シルフィーはアリエルの護衛となって守護術師という役職を与えられます。この時からシルフィーはフィッツという偽名を名乗るようになりました。さらに男装して性別も偽ります。それと同時に装備も与えられました。フィッツのトレードマークといえるサングラスもその一つです。このサングラスには周りに威圧をかけるために正体不明の護衛に変装する素顔を隠すという意味も存在しますが、他にアリエルの危機を察知する機能がついてます。また下着も特別製です。格子骸骨のビスチェという名前で、投げナイフ程度なら防ぐ防刃繊維でできていました。これらの装備を身にまとい、フィッツとなったシルフィーですが、
彼女はある日に護衛対象であるアリエルに性的な意味で襲われます。アリエルは同性にも興奮する性的嗜好の持ち主でした。そしてそんなアリエルの好みにシルフィーはマッチしていたんですね。この時シルフィーは抵抗することで貞操を守りますが、王族に暴力を振るうという結果に終わってしまいます。しかしアリエルは抵抗時の暴力を受けたことでマゾヒズムに目覚めました。その反応に周囲はプレイの一種と納得したので、暴力行為については不問になりました。交流歴418年、シルフィーが11歳の時にアリエルが失脚し、暗殺者に命を狙われる身となりました。身を守るためにアリエルはフィッツとルークを従え、留学という形でアスラ王国を出奔します。しかしそれで安全になったわけではありませんでした。国を出てからも性的であった第一王子はアリエルに暗殺者を差し向けます。その暗殺者を退ける過程でシルフィーは陶器を身にまとえるようになりました。アニメでは触れられていませんが、無色転生の世界には陶器というものがあります。これをまとえば身体能力を大幅に向上させることができる力です。上級を超える剣士は陶器をまとうことを当たり前としているため、一般的には魔術師よりも剣士の方が強いと言われています。主人公であるルーデウスは無影響魔術を使えることから例外に位置していますが、陶器をまとう才能は全くありません。これはラプラス因子というラプラスの魂のかけらを生まれつき持っていることが理由です。代わりに魔力量に対して高い資質を得ており、幼い頃から魔術を頻繁に使用して鍛えるという努力と合わさって世界最高の魔力量の持ち主になりました。シルフィーはルーデウス同様にラプラス因子の持ち主ですが、彼とは違って陶器をまとえます。なお魔王であるバーディーガーディーによると、陶器と魔力は本質的には同じものであるようです。世界最強であるオルステッドのように魔術師であり剣士でもあるような上積みを除けば、魔力を魔術のエネルギーとして使用しているのが魔術師、身体能力の向上に使っているのが剣士ということになりますね。さて話をシルフィーとアリエル一行の逃走劇に戻します。この時期の戦いはかなり苛烈で、シルフィーとルーク以外の多くの従者がその命を失いました。それだけに共に苦労を乗り越えた仲間として生き残った者たちの絆はかなり強いものになっています。女性としては対象外と言いながら、ルークがシルフィーに対して親身なのもこの時のことが大きな要因となっています。交流歴419年、1年の旅の末、道中で多くの従者を失いつつも一行はなんとか逃げ切り、ラノア魔法大学へたどり着きます。そこで3人は歓迎を受け、特別生の立場を提案されました。一般生徒の間に混じって交流することを選んだアリエルの意見で特別生は断りましたが、艦隊自体には大きな安堵を感じたことでしょう。しかし良い話は続かず、ここでシルフィーは両親の訃報を受け取るのでした。交流歴422年、シルフィーが15歳、ラノア魔法大学に入学してから3年が経過したある日、ルーデウスが魔法大学に入学することになりました。新入生のルーデウスは入学試験を受けることになります。試験とは言ってもルーデウスはスカウトを受けていた立場ですので、実力の再確認をすることが目的でした。この試験でシルフィーはルーデウスの試合相手を務めることになります。この時シルフィーは8年ぶりの再会にもかかわらず、すぐにルーデウスだと気づきました。しかしルーデウスの方はシルフィーのことが分からず、初対面の対応を取ります。これにシルフィーはショックを受けますが、ルーデウスを責めるのは少し酷であるかもしれません。7歳で別れてから8年ぶりの再会、サングラスをかけている、髪の色が変わっている、偽名を使っている、性別を偽っている、このように気づけない理由がいろいろとあるからです。さらにルイジェルドがスペルド族であることを隠すために彼の髪を染めた時、ルイジェルドの反応からルーデウスは次のような推測をしています。どうやらこの世界には髪を染めるという習慣はないらしい。もちろんこれはルイジェルドが髪染めの習慣を知らなかっただけという可能性もあります。それでもルーデウスがこういった感想を抱く経験をしたのは事実です。これだけの条件が揃っていればシルフィーのことがわからないのも仕方ないと言えるのではないでしょうか。むしろ気づかれない原因として髪のことなどを考えないシルフィーの方が少々天然が入っているような気がします。まあここはそれでも気づいてほしいのが乙女心と考えてあげるべきかもしれません。試験ではルーデウスがディスタブマジックを使ってシルフィーの魔術を阻害します。そこでシルフィーは自分の魔術が発動しないことに動揺してしまい、その隙をついたルーデウスが圧勝します。こうして無事に入学したルーデウスに対してシルフィーはフィッツとして彼に接し、距離を詰めることに成功します。この甲斐あってルーデウスはフィッツに対し好意を抱き、その性別に気づいた時には恋慕と性欲を抱くようになりました。そして十分に下地ができたところでシルフィーはアリエルと共謀し、昔の思い出を連想させるための策略を仕掛けました。それは雨に濡れてその服をルーデウスに脱がせるというシチュエーションを作り出すことです。このおかげでルーデウスはフィッツがシルフィーであることに気づきました。これにより一気に思いが高まり、二人は恋人状態になります。しかしこの時ルーデウスは過去のトラウマから性的に不能になっていたため、シルフィーはその回復に協力します。そして薬とアプローチの組み合わせでルーデウスは不能を克服し無事に結ばれます。
そしてリューデウスは男としてのけじめと自分の苦悩を回復させてくれたシルフィーへの愛と感謝を示し、彼女との結婚をアリエルの前で宣言しました。ここまでの内容は一部改編されつつも、アニメ2期の前半までに描かれた内容で、シルフィーの人生にとって最も波乱万丈な時期だったと言えるかもしれません。そしてここからは2024年4月から公開予定のアニメ2期2クール目以降の話となります。交流歴423年、シルフィーとルーデウスが共に16歳の時、2人は結婚します。そして家を買って一緒に暮らし始めるようになりました。またその少し前、披露宴の場ではルーデウスの知り合いのエリナリーゼがロールズの母、つまりシルフィーにとっては祖母であることがわかります。以降シルフィーはエリナリーゼと親交を築くようになりました。結婚後シルフィーは新婚を満喫し、夫婦らしい行為もたっぷりとしました。この手の行為に対しシルフィーは非常に従順で、大概のプレーは受け入れたみたいです。そして励んだ結果、自然の成り行きとしてシルフィーは妊娠します。しかしそこでルーデウスに、彼の母であるゼニスを救援するために力を貸してほしいという手紙が届きました。妊婦の妻を置いていくことに抵抗を覚えつつ、だからといって両親を見捨てることも簡単にはできない、難しい選択をルーデウスは迫られることになります。一度はシルフィーのそばにいると宣言しますが、力のない妹であるノルンがそれでもパウロの元に駆けつけようとする姿を見て、ルーデウスは考えを変えました。ここで救援に行くことを選んだのは、シルフィーよりも両親を優先したのではなく、戦うことは自分しかできないが、シルフィーのことは家族に頼ることができると考えたからです。ルーデウスが自分の決意を伝えた時、シルフィーは不安やショックを感じましたが、それを押し隠してルーデウスの背を押しました。妻として夫を支える、足を引っ張らない、そういう覚悟が伝わってきますね。ゼニスの救援は普通なら2年はかかる旅でしたが、七星の転移魔法のおかげで3ヶ月で彼は戻ってくることができました。しかしこの旅の間にパウロが死亡し、救出したゼニスも廃人のようになっていたという悲劇から、リューデウスは心に大きな傷を負っていました。そして昇進したルーデウスを慰めるという形で、ロキシーが彼と性的なつながりを持っていたのです。そしてその気持ちに応える形で、リューデウスはロキシーを2人目の妻とする決意をしていました。現在の日本の感覚であれば当然受け入れられない話ですし、無色転生の世界でも新婚であること、身重の体で待ち続けたシルフィーの気持ちを思えば、あまり褒められた行為とは言えないでしょう。この話をルーデウスが宣言した時、彼の妹であり一夫一妻を厳格に定めたミリス教の信者であるノルンは特に強い反発を示しました。ところがシルフィーは反対どころか不快感すらも示しませんでした。シルフィーとしてはルーデウスはエッチなので、そのうち誰か他の人にも手を出すだろうと予想していたというのがその理由でした。無色転生の世界では一夫多妻自体は珍しいことではありません。しかしそれと嫉妬などの感情とは別問題のはずです。実際日本でも世界でも一夫多妻や妾などを許容する時代はありましたが、そういった時代でも関連する修羅場エピソードなどは歴史に数多く残されています。それを考えると何とも心の広いことですね。そしてルーデウスが帰還し、ロキシーを受け入れた同年、シルフィーは長女ルーシーを出産します。名前は両親2人の頭文字を取っており、髪の色はルーデウスと同じ色でした。その髪の色を見た時、緑色の髪にトラウマのあるシルフィーはかなりホッとしたようです。そんなシルフィーに対しルーデウスは同意を示しました。もちろん緑色の髪が嫌であったわけではありません。むしろルーデウスにとってはシルフィーとルイジェルド、緑色の髪の持ち主が大切な人たちであるため、幸福の色とさえ思っていました。しかしそれはあくまでルーデウスの個人的な感想に過ぎないことも彼は理解していました。世間の無駄な厳しさに娘がさらされずに済むのなら、その方が良いと考えたんですね。この辺は前世でいじめを経験し、世間の冷たさとそれを打倒するのがいかに難しいかを理解していたからなのでしょう。そして娘を出産した後、シルフィーは祖母であるエリナリーゼとクリフの結婚式に参加します。この時ルーデウスの右隣にはシルフィーが、左隣にロキシーが並ぶという羨ましいものでした。そしてその夜には3人で服を脱いで一緒にベッドに入るという大変けしからん真似をします。全く羨ましいですね。交流歴425年、シルフィーが18歳の時、歴史は分岐します。分岐の条件は未来からルーデウスが来るかどうかです。ゲーム風に1周目と2周目と言い換えてもいいかもしれませんね。もっとも実際にはルーデウスが来る前にループした歴史も存在するのですが、そこを話し出すと今回の動画の主題から大きく外れてしまいます。そこで今回の動画では未来から来たルーデウス、通称ローデウスが辿った歴史を1周目として扱わせていただきます。1周目の世界ではルーデウスたち一家にある悲劇が起こりました。ロキシーが魔石病という病にかかり、宿していた子供ごと死に至るという出来事です。それが理由でルーデウスは大いに荒れてしまいます。シルフィーは必死にルーデウスを慰めようとしますが、その思いも彼には届きませんでした。体を使って慰めようとしますが、今シルフィーを抱いたら乱暴に扱ってしまうと考えたルーデウスは彼女を拒絶します。そしてある時、酒に酔ったルーデウスは商売女と関係を持ってしまいます。
自分を拒絶しながら別の相手と行為をしたことに気づいたシルフィーはショックを受け、なんで僕じゃダメなんだよと言って自室にこもってしまいました。体を使って慰めるのはパウロが死んだ時にロキシーが取った方法です。シルフィーはもしかしたらそれを真似しようとしたのかもしれません。それを拒絶されたことでシルフィーは自分がロキシーよりも、それどころか行きずりの相手よりも下と考えてしまったのではないでしょうか。そう考えるとこの時のシルフィーの心の傷がどれほど深かったのかがわかる気がします。この出来事の後、シルフィーはルーデウスに何も言わずに家を出てしまいました。理由はアスラ王国で国王が病気で死にかけており、国に戻ることを決めたアリエルに同行するためでした。また一途で従順なシルフィーの性格上、ルーデウスに愛想を尽かすとは考えづらいですが、それでも一度距離を取りたかったのではないかと思います。ですがこの件には人神の介入がありました。ルークが人神の使徒になっており、彼のそそのかしでアリエルたちはクーデターを起こしてしまいます。結果は失敗、悲惨な末路となりました。シルフィーたちは揃って処刑されてしまいます。シルフィーの死体には片腕がなく、顔に大きな切り傷が残され、その遺体にまで王都の人々に石を投げつけられるというひどい状態でした。それを目撃したルーデウスは、邪魔する者たちごとシルフィーの遺体を魔術で焼きました。なお娘であるルーシーについては詳細は不明ですが、リーレに引き取られたものと思われます。ルーシーの生存がこの歴史においては数少ない救いと言えるかもしれません。交流歴425年、シルフィーが18歳の時、無職転生本編では前述の1周目とは別の歴史がスタートします。ローデウスが未来からやってきて、彼が辿った歴史を現代のルーデウスに伝えたことでこの変化は起きました。ローデウスは最後にシルフィーとロキシーの姿を見て息を引き取ります。この時実際には2人はその場にいなかったため、死に際の幻覚と解釈することもできますが、その直後に2人が部屋の近くにやってきたため、予見眼で2人の姿を見ることができたのかもしれません。ルーデウスがローデウスの遺体を隠してしまったため、シルフィーとロキシーがローデウスの姿を見ることはありませんでした。もし目撃していたら2人はその正体に気づいたかもしれませんね。ローデウスの話と彼が残した日記から、悲劇的な未来を知ったルーデウスは人神から脅しをかけられます。家族を守りたければオルステッドを倒せと言われたのです。家族が人質となったルーデウスはオルステッドと戦うことを決意し、そのための戦力としてマジックアーマーの開発を行いました。開発は一人では力が足りず、ルーデウスは友人や家族に協力を頼みます。その中にはシルフィーも含まれていました。ルーデウスが彼女に頼んだのは全体のサポートです。ルーデウスには劣るものの無影響で土魔術を使え、転移魔術についても研究しているシルフィーはなんだかんだでハイスペック、万能の助手と呼べる存在になって活躍しました。シルフィーはルーデウスの力になれることが嬉しかったようで、非常に乗り気で参加します。そのおかげもありマジックアーマーは完成しました。このマジックアーマーを用いてもルーデウスはオルステッドとの戦いに勝利することはできませんでしたが、マジックアーマーの完成度次第では、あるいは戦いで命を落としていたかもしれません。そして以後の戦いでもマジックアーマーは幾度もルーデウスの窮地を救いました。そう考えるとシルフィーたちの愛がルーデウスを守ったと言えるかもしれませんね。ちなみにオルステッドとの戦いについては別動画でまとめていますので、気になる方は概要欄からぜひご視聴お願いします。作中屈指の名場面です。交流歴429年、シルフィーが22歳の時、彼女は自身にとっては第二子、ルーデウスにとっては4子目の次男となるジークハルト、通称ジークを出産します。ジークは幼い頃のシルフィーと似た緑色の髪を持って生まれます。ルーシーの時にも語りましたが、シルフィーは緑色の髪にトラウマを持っており、子供にその業を背負わせたくないと思っていました。そのためジークの髪の色を見た時、シルフィーは顔を真っ青にします。そんなシルフィーに対し、ルーデウスは祝福の言葉を告げることでフォローしようとします。しかしその前にシルフィーは気絶してしまいました。出産の疲労とショックが重なったためでしょう。シルフィーの不安は単に子供の頃にいじめられた経験だけではありませんでした。シルフィーの髪の色が緑だったのはラプラス因子の影響があったのです。つまり緑色の髪の子はラプラスの生まれ変わりの可能性があり、シルフィーはそれを恐れたのでした。結果から言ってしまうと、ジークは両親同様にラプラス因子を持ってはいましたが、ラプラスではありませんでした。これはオルステッド、ペルギウスの両名によって保証されています。またルーデウスは仮にジークがラプラスの生まれ変わりだったとしても、ペルギウスに反逆することになっても全力で家族を守ると宣言しました。その愛情の強さを感じ取れたことで、シルフィーの不安は無事に払拭されたようです。それとジークの名前の由来は、ルーデウスが地球の伝説の英雄ジークフリートにあやかって名付けたものですが、ルーデウスが名前を決めた後にペルギウスからも名前を授かってしまったため、授かった名前であるサラディンはミドルネームとしました。そのためジークのフルネームはジークハルト・サラディン・グレイラットということになります。交流歴430年、シルフィーが23歳の時、彼女は無職転生という物語内における自身最後の、そして最大の戦いを経験します。その相手は当人バーディーガーディ、七大列強3位に位置する怪物です。
この戦いにおいてシルフィはルーデウスにすらできない無詠唱での治癒魔術で勝利に大きく貢献しました。先行してバーディーガーディーに挑んだチームがルーデウスを残して全滅し、絶体絶命の危機に陥ったタイミングでギレーヌ、イゾルテと共に救援に駆けつけたのです。ここでシルフィがいなければ戦線を立て直すことは簡単ではなかったでしょう。また一度戦線を立て直した後もシルフィはその治癒魔術で戦線を支えました。戦いの途中ではマジックアーマーゼロ式をまとうためにルーデウスが一度戦線離脱するのですが、その時に持ちこたえられたのもシルフィの貢献が大きいはずです。そしてこの戦いは舞い戻ったルーデウスの活躍で彼らの勝利と終わりました。これにてシルフィの戦いの日々は終わりとなります。この後は平和な余生日常の話を語っていくことにしましょう。交流歴430年、シルフィが23歳、最後の戦いが終わった後、娘であるルーシーが7歳の時にラノア魔法大学に入学します。これは大概の人間は一人では生きていけない、集団生活を学ぶべきというルーデウスの考えからでした。そんな風に自分から入学を進めておきながら、子離れできないルーデウスに対しシルフィは適度に距離を置いて娘を見守ります。その代わりルーデウスに対するやや執着にも近い愛情は変わっていないようで、自分との約束を破って変装してルーシーをストーカーしたルーデウスに対してショックで涙を流しました。もちろん最終的にはいつも通りに仲直りしましたけどね。この話も別動画で解説していますので、気になる方は概要欄からご視聴お願いします。交流歴441年、シルフィが34歳、結婚後18年が経過してもルーデウスとの夫婦らしい行為は続いていました。この時のシルフィは見た目はルーデウス表で20歳前後、ただし中身は順調におばさん化していたようです。交流歴481年、シルフィが74歳の時、彼女の人生にとってある意味最も大きな出来事が起きました。シルフィにとって最愛の夫であるルーデウス・グレイラットの死です。その死因は老衰で、自宅のベッドで眠るようにその生涯を終えました。この時点で子供たちは全員独り立ちをしており、エリスは先に老衰で亡くなっていたので、最初にルーデウスの死を確認したのはシルフィかロキシーのどちらかと思われます。ルーデウスの死亡を発表したのはシルフィでした。これにて作品内で語られているシルフィの人生は終わりとなります。ルーデウス、ロキシー、ダノバなどは後の歴史にもその名を残しているようですが、シルフィについては特に語られている様子がありません。しかしシルフィはエルフの血を引くことから長寿であり、ルーデウスの死後も数十年生きたはずです。またロキシーの娘であるララがシルフィに対しては自分の婿となる相手を紹介すると宣言しているため、いずれララの物語が描かれた際にはシルフィは再登場し、その後が描かれるのではないでしょうか。その時を楽しみにしたいですね。交流歴405年、ルーデウスが生まれる2年前、エリスは貴族であるボレアス・グレイラット家の長女として生まれます。種族は人族で、父はフィリップ、母はヒルダ、他に家族としては祖父であるサウロスがおり、剣の師匠であるギレーヌやメイドたちにも囲まれて育ちました。ギレーヌがいつからボレアス家にいるかについては、交流歴407年以降ということ以外正確な時期は不明です。他にエリスには兄と弟が1人ずついるのですが、2人は一緒に暮らしてはいません。家族間での権力争いのためフィリップの兄に取られてしまっています。交流歴414年、エリスが9歳の時、エリスの家庭教師としてロキシーが面接を受けます。結果は不合格でした。不合格となったのは当時のロキシーの考え方が、本人にやる気がなければどうしようもないという考えだったからです。苦手なことがある人に対してどうしたらやる気を出させることができるかという発想がこの時のロキシーにはなかったんですね。これではエリスの家庭教師としては不適切でしょう。もしこの頃のロキシーがエリスと出会っていたら、間違いなく険悪なものになっていたと思われます。後の2人の関係に悪影響を与えていたかもしれませんね。エリスの家庭教師として失格となったのはロキシーだけではありません。エリスはその凶暴な性格で多くの家庭教師を病院送りにして辞めさせていました。幼い頃のエリスは問題児であったと改めて感じますね。この時点のエリスの強さは剣心流の初級レベルです。剣心流とは無色転生の世界で三大流派とされる剣術流派の一つです。全部で7階級あり、上から4番目までは限られた天才のみがたどり着ける領域です。エリスの階級である初級は一番下で、その一つ上は中級、2つ上は上級です。ちなみにこの7段階の階級は魔術でも同様となっています。交流歴414年、エリスが9歳の時、家庭教師として雇われたルーデウスと出会います。エリスの父であるフィリップとルーデウスの父であるパウロはいとこ同士なので、ルーデウスはエリスのはとこということになりますね。ルーデウスが家庭教師になれたのもこの関係のおかげでした。親戚のつてというやつですね。これまで多くの家庭教師を拒絶してきたエリスでしたが、誘拐されたところを助けられたこと、ルーデウスが頭ごなしに彼女を否定せずにそのやる気を引き出したことで、エリスはルーデウスを信頼するようになりました。交流歴415年、エリスが10歳の時、彼女の大規模な誕生日パーティーが開かれます。これは貴族には5歳、10歳、15歳の誕生日に盛大に祝う風習があるからです。
この誕生日を迎えるよりも前にエリスは剣心流の中級に上がりました。これは一般的な騎士と渡り合える力があるということです。10歳前でこれはすごいですね。しかし剣にはすごい才能を発揮するエリスでしたが、礼儀作法は拙いものでした。貴族のたしなみであるダンスの一番簡単なステップも踏めなかったのです。この状態ではパーティーで恥をかいてしまうので訓練をします。しかし型通りの教育ではうまくダンスを覚えられないエリスを見て、リューデウスは剣術の動きを転用させることでエリスが踊れるようにしました。剣舞など地球でも武術と舞踏には密接なつながりがありますからね。人体を極めた動きには共通する部分があるのでしょう。本番では緊張するエリスをルーデウスがリードすることで大きな失敗を防ぎ、エリスはパーティーを楽しむことができたのでした。交流歴417年、エリスが12歳の時、ルーデウスが10歳の誕生日に、エリスは誘惑するような格好でルーデウスの寝室を訪れました。これは誕生日にすら家族に会えないルーデウスを同情して慰めようとしたこともありますが、同時にこの時点で異性として彼を意識していたと思われます。さらにエリスの両親がルーデウスを身内に取り込むことに乗り気であったので、二人にけしかけられた可能性も高いです。フィリップはルーデウスを有能でエリスを制御できる男として評価しており、取られた息子に代わる正装の片腕として欲していました。ヒルダの方も息子を人質に取られていたこともあり、ルーデウスに対して庇護欲を覚えています。寝ていたエリスを叩き起こしてネグリジェに着せ替えさせて送り込んだのかもとルーデウスは予想しました。ロリコンの気のあるルーデウスにとって未だ幼いエリスもギリギリストライクゾーンです。さらにエリスはちょっとくらいならエッチなことをしてもいいと大胆な発言をしました。その発言に策略を警戒していたルーデウスも踊らされてもいいんじゃないかと考えます。頬にキスして胸を撫で、そして内股へと手を伸ばしますが、そこでエリスが限界を迎えます。迫ってきたルーデウスを拒絶して暴力を叩き込みました。それで正気を取り戻し、ルーデウスは謝罪しました。それに対しエリスは特別な日だからと彼を許します。そして去り際に5年後に関係を持つ約束をするのでした。そして同年、エリスにとって人生最大といえる事件が起きます。フィットア領転移事件です。エリスはルーデウスと共に魔大陸に飛ばされ、故郷であるフィットア領が消滅するという悲劇が起きます。そしてエリスたちは飛ばされた先でルイジェルドと出会いました。魔大陸でエリスはルーデウス、ルイジェルドと3人で冒険者チームデッドエンドを結成します。そして一行は故郷を目指し魔大陸の旅を始めました。その旅の道中にエリスはルイジェルドに鍛えられ剣技を磨きます。交流歴418年、エリスが13歳の時、彼女はクリフと出会います。エリスはクリフと一度だけ一緒に冒険に出かけて、その冒険中に命を狙われていた記憶の巫女と呼ばれる少女を助けました。無色転生の世界では利益のある呪いを持つ者が巫女と呼ばれます。また同年、ドルディア族の村を訪れました。アニメでは村で派手なバトルを繰り広げましたが、原作では主にスローライフ的なエピソードが描かれています。印象に残るエピソードとして、昔は荒くれ者だったギレーヌを村の人たちがけなすのを聞いて、エリスが怒りつつも涙を流し必死に耐えるという出来事が起きました。この時気の短いエリスが暴力を振るわなかったのは、弟子であるエリスが暴れてしまえばギレーヌの悪評自体を肯定してしまうため耐えたのだとルーデウスは考察しています。エリスがいかにギレーヌを尊敬しているかがわかりますね。ちなみにこの時はルーデウスがギレーヌの成長を語り、それを聞いた男がギレーヌへの侮辱を謝罪するという形で丸く収まりました。交流歴419年、エリスが14歳の時、この年には多くの出会いがありました。シーロン王国でルーデウスの妹の愛者リーリャ、そして後のルーデウスの親友であるザノバと初対面をします。いずれもルーデウスと生涯において関わり合いのある人物です。エリスにとっても縁深い人物と言えるでしょう。出会いはさらに続きます。赤竜山脈で竜神オルステッドと七星に出会い、そこで戦闘になりました。その戦いでエリスたちは敗北し、ルーデウスに至っては死にかけます。エリスはこの瞬間まで自分たちと死は無縁だと考えている部分がありました。それはルーデウスに対する行き過ぎた信頼があったからです。しかしここでルーデウスが死にかけたことで、その幻想が崩れかけます。同時に自分が足手まといになっていると考えるようになりました。しかしこの時は未だ少し楽天的な考えが残っていました。ルーデウスが復活し、その後死にかけたはずの当人が引きずらない態度を見せたからです。交流歴420年、エリスが15歳の時、彰女はついにフィットア領へ帰還を果たし、自分の役目は終わったと判断したルイジェルドともここで別れとなります。しかしたどり着いた故郷は壊滅しており、しかもサウロス、フィリップ、ヒルダは死亡していました。家族を全て失った孤独に、エリスはルーデウスに寄りかかろうとします。ルーデウスは弱っているところにつけ込むのは良くないと拒否しようとしました。しかしエリスの私、ルーデウスの子猫が欲しいんやという言葉に陥落しました。このセリフ、文章でも十分クラッときますが、アニメですと角間ボイスもあって破壊力倍増でしたね。ここで二人は関係を持ちました。しかしその時の行為でルーデウスが自分よりも幼い少年であることを実感したエリスは、そんな彼にすがりつこうとした自分を恥じます。そしてオルステッドとの戦いで
デューデウスが死にかけたという事実が改めて彼女の心に重くのしかかりました。行為以前のエリスはデューデウスのことを神格化している部分があったのです。ですが幻想が覚め、デューデウスだってただの人間であり、一つ間違えれば死ぬということをエリスは意識しました。故にエリスは一方的に守られるのではなく、彼を支えられる存在になろうと決意します。その手段として剣術を鍛えることを決めたエリスはデューデウスの元を離れるのでした。しかしこの時、今の自分ではルーデウスには釣り合わないということを伝えるつもりの書き置きで、言葉が足りずに逆の意味に取られてしまいました。それが原因でルーデウスは性的に不能になってしまいます。馬鹿らしいが笑えない悲劇です。交流歴420年、エリスが15歳の時、ルーデウスの元を去った彼女はギレーヌと一緒に剣神流の本拠地である剣の聖地を訪れます。先ほども軽く説明しましたが、剣神流は三大流派の一つで、速度と攻撃力を重視した剣術流派です。エリスはもともとギレーヌを通してこの流派を学んでおり、ギレーヌは剣神流で上から3つ目の階級である剣王の称号を持っていました。そういった背景から強くなる手段として剣の聖地を訪れたんですね。しかし剣神流のトップであり剣神の称号を持つガルファリオンの前に立ったエリスは、自分の目標は竜人オルステッドを倒すことであり、剣神のような雑魚に用はないと宣言します。とんでもない爆弾発言ですね。しかしかつてオルステッドに戦いを挑み敗北した経験を持つガルは、侮辱に怒ることなく、むしろエリスの宣言に興味を持ちました。そしてエリスの実力を試すために彼女と剣聖を戦わせます。剣聖とは剣神流で上から4番目の称号です。そしてエリスは剣聖2人と戦い勝利しました。口だけではなく実力も伴っているエリスのことをガルは気に入り、彼女に剣聖の称号を与え、自分が直接指導することを決めます。ただしこの時のエリスが剣聖に勝てたのは、不意打ちや剣を捨てての素手での攻撃といった奇策を用いたからでした。実戦ではそれらも強さであり、ガルはそれを含めて評価しましたが、正面切っての剣士としての実力では上級止まり、剣聖に劣っていました。何よりエリスは剣神流の奥義であり、剣聖になる必須条件と言われる光の太刀を得得していなかったのです。エリスはこの技を実戦の中で習得します。正確な時期は不明ですが、エリスは剣の聖地を訪れてしばらくした頃に、元剣聖であり盗賊の棟梁へと落ちた男の戦いを経験しました。この戦いで相手の技から自分の足りない部分を学び取り、戦いの中で成長して光の太刀を習得したのです。天才ですね。ちなみにエリスの目標である竜神オルステッドについてですが、彼は現存する全ての技と術を神級以上で扱うことができます。さらに先ほど紹介した光の太刀を含む他流派の奥義も大半は素手で使用できるという地位とっぷり。リューデウスが彼にやられたのも素手で繰り出された光の太刀でした。オルステッドへの道のりはまだまだ遠そうです。交流歴423年、エリスが18歳の時、彼女は北帝オーベールと戦います。北帝というのは剣神流と並び三大流派の一つである北神流で、上から2番目の称号です。聖堂の剣術である剣神流に対して、北神流は実践的で邪道と見られる部分のある流派です。また陶器のコントロールにも長けるという特徴があります。アニメでは触れられていませんが、陶器というのは魔力と同質のエネルギーです。無色転生の世界では剣士はこの陶器を体にまとうことで身体能力を強化しています。前述の光の太刀の使用の際にも用いられており、身体の動きと陶器のコントロール、全ての合理性を極めることで剣速が光の速度に達するそうです。なお、これが比喩なのか本当に光の速度なのかははっきりしません。ただ光の太刀を得得した者たちの中でも速度差があることは明言されています。極めれば本当に高速に達するのかもしれませんが、大半の人物の光の太刀は実際は光よりも遅いと考えられますね。話を戻します。剣神流の道場の入り口に立ち、自己紹介をしようとしたオーベールに対して自分の進行方向を塞いでおり、邪魔だったという理由でエリスは襲いかかりました。全くとんでもない凶暴さです。エリスは後に狂犬王の二つ名をつけられるのですが、納得の異名ですね。しかし襲いかかったエリスは反撃を受けました。先ほども言いましたが、北帝は上から2番目の称号、つまり剣聖のエリスどころかギレーヌよりも格上の相手でした。エリスは死闘の覚悟を決めますが、そこでガルが仲裁に入ります。もともとオーベールはエリスの鍛錬のためにガルが呼んだ相手でした。エリスが目標としたオルステッドは三大流派の全てを極めており、剣神流だけを学んでも彼には勝てないとガルは考えたんですね。そのため三大流派の残る一つ、水神流からもトップである水神レーダリアとその孫娘であり水王の称号を持つイゾルテ・クルーエルが招かれました。エリスとイゾルテ、そして剣聖のニナファリオンは同年代の同性、実力も近いということで互いに剣を競い合うようになります。はじめエリスは殺気を出しすぎることで動きを読まれてしまい、イゾルテには連敗続きでした。水神流は防御やカウンターを主体とする流派なので相性が悪かったんですね。しかし戦闘中にルーデウスのことを思い出すことで口元がにまにまし殺気が消えるということに気づいたため、この方法でエリスは弱点を克服します。交流歴424年、エリスが19歳の時、
オーベールの指示を受けたエリスは北西の称号を得るまでになりました。またこの年にはイゾルテとも互角に戦えるようになっていました。交流歴425年、エリスが20歳の時、彼女は勝った方が剣王の称号を得るという条件でミナと真剣勝負をすることになります。剣の技量ではわずかにミナが上回っていましたが、これまで学んだことの全てを生かし、巧みな闘技のコントロールをやってのけたエリスは戦略を持ってミナを打ち倒しました。この勝利によってエリスは剣王の称号を手にします。同時にこれ以上教えることはないとガルに免許戒伝を与えられました。この時ギレーヌと戦って勝てば剣帝の称号を得ることも可能でした。また剣神になりたいのならば自分を殺せとガルに言われます。しかし称号には特に関わりがなかったエリスはどちらも拒否しました。そして剣王の証としてガルから剣神7本剣のうちの1本ホウガ流剣を受け取ります。これは練り込まれた魔力が敵の闘技をほぼ無効にする魔剣でした。これにてエリスは修行を完遂します。そしてこの少し後にルーデウスから手紙を受け取りました。その手紙でエリスはルーデウスが自分の意図を誤解してしまったこと、振られたと思い別の相手シルフィーとロキシーと結婚したことを知ります。これらももちろんエリスにとっては重大事項です。しかし同じ手紙の中で書かれたルーデウスがオルステッドと戦おうとしていることを知り、彼と共に戦うため戦いの場へと足を走らせるのでした。無色転生には畏怖の歴史があります。物語の中盤、未来から年老いたルーデウスがやってきます。彼は悲劇的な人生を送っており、その歴史ではエリスがどうなったかを解説します。交流歴425年、エリスが20歳の時、ルーデウスの妻であったロキシーが死亡し、同じく妻であったシルフィーが家を飛び出しました。飛び出した理由はアリエルの清掃に協力するためです。加えてその時期にシルフィーはルーデウスとすれ違っていたため、何も告げずに彼女は家を飛び出してしまいました。ルーデウスはシルフィーを追いかけ、その道中でエリスと再会します。その時エリスは今なら許してあげると言い、それに対しルーデウスは反発を示しました。ルーデウスが聞く耳を持たないでいるとエリスが殴ってきたため、ルーデウスが魔術で反撃、エリスが剣を抜くという事態にまで発展します。前述したようにルーデウスはエリスのメッセージを勘違いして受け取っていました。そのためこの時二人の間には認識のズレが生じてしまっていたのです。ルーデウスの視点ではエリスは自分を一方的に捨てたくせに上から目線で復縁を迫ってきた女です。それに対しエリスの視点では遠距離恋愛中であったにもかかわらず他の女と結婚した男といったところでしょう。これでは噛み合わないのも当然ですね。しかし決裂の後もエリスはルーデウスにつきまといます。遭遇するたび戦闘まがいの状態に発展しました。しかし本気のつもりだったのはルーデウスだけで、エリスは手加減をしていました。無色転生の世界では1対1では基本的に剣士の方が魔術師よりも強いです。無影章を使えるルーデウスは例外的な存在で、普通の魔術師よりもはるかに強いですが、それでも最上位の剣士に生身では勝てません。エリスはルーデウスを殺す気はなく、それどころか彼のピンチ時には助けてくれました。未来から来たルーデウス、通称ローデウス曰く某野菜王子のようだったそうです。そしてエリスがこのような行動をしたのは、拒絶されてもルーデウスのことがずっと好きで、でも口下手でどうしていいかわからない不器用さからでした。この一途さはエリス最大の特徴と言えるかもしれません。しかしロキシーやシルフィーのことで視野が狭くなっていたのもあるのでしょう。ルーデウスがエリスの思いに気づいたのは彼女が死亡した時でした。バーディーガーディーの姉である魔王アトーフェと戦い、その親衛隊に殺されそうになった時、ルーデウスをかばいエリスは命を失います。そしてその亡骸の前でギレーヌから真実を教えられたのでした。ローデウスがすれ違いに気づいたのは取り返しがつかなくなった後。しかしこの悲劇があり、ローデウスがそれを伝えてくれたからこそ、現代のルーデウスは別の道を選ぶことができたんですね。交流歴425年、エリスが20歳の時、ルーデウスと竜人オルステッドが激突します。理由は人神に家族を人質に取られたルーデウスが、家族を守りたければオルステッドを殺せと言われたからでした。ルーデウスはローデウスの残した日記をもとにマジックアーマーを開発し戦いを挑みましたが、それでもオルステッドには届きません。奮戦するも敗北し殺されそうになります。しかしそのタイミングでエリスが駆けつけました。絶体絶命のタイミングで駆けつける、まるでヒーローのようですが、実際にはショートカットしようとして道に迷ったり、チンピラの喧嘩を買って無駄に時間を浪費したりした裏話があります。なんともエリスらしい話ですね。対面した瞬間、エリスはオルステッドとの力の差を理解します。かつては実力差すら分からず、それゆえに超えてみせると息巻いていましたが、成長したことでその差を明確に理解できるようになったんですね。しかしエリスは絶望はしませんでした。エリスはこの時のために戦略を用意していましたし、何より一人で叶わないのならルーデウスと力を合わせればいいと考えていたからです。そして用意していた戦略がまずはハマります。オルステッドが放ってきた剣神竜奥義光の太刀に対し、
同じく剣心流の奥義である光返しを使ってオルステッドの左手首を切り裂きました。この時のオルステッドはルーデウスとの戦いでダメージを受けていましたが、修行の成果が出ましたね。しかしオルステッドは切り飛ばされた左手をキャッチし、魔術でつなげてしまいました。それにも焦ることなくエリスは慎重に戦いを続けます。そして満身創痍ではありますが、ルーデウスが立ち上がります。そしてギレーヌと道中でエリスと出会い加わったシルフィーも参戦を決意します。シルフィーが最初からルーデウスと戦場に立たなかったのは、かつてのエリスと同じくルーデウスを神格化していたからです。ルーデウスが大丈夫といえば大丈夫、盲目的に彼を信じていたシルフィーはエリスの必死さを見たこともあって、それが盲信だと気づいたのでした。そしてその時身をもだったロキシーも最悪流産をしてでもルーデウスをその場から逃がす決意をします。妊娠した状態では戦えないし、全員でかかっても現状からの逆転は難しいと判断したのでしょう。しかしそこでオルステッドが予想外の提案をしてきました。それはルーデウスに対し、自分の部下になれというものです。そうすれば自分を襲ったことを許し、家族ともども人神から守るという条件を提示したのでした。その申し出にルーデウスはオルステッドの配下になることを決意し、戦いは終わりを迎えたのです。この戦いについては別動画でまとめていますので、気になる方は概要欄からご視聴ください。交流歴425年、エリスが20歳の時、彼女はルーデウスと結婚しました。すでに2人の妻を持っているため、エリスを受け入れることに躊躇するルーデウスに対し、エリスは自分と勝負しかったら結婚しろと要求しました。その戦いまでに自分の気持ち、エリスの思い、それに対して向き合ったルーデウスは、勝負開始の合図が上がっても棒立ちで動かないことを選びます。そしてなぜ戦わないのか問われたルーデウスは答えました。お前が負けたら出ていくってんなら俺の負けでいいよ。それは実質的なプロポーズでした。そしてルーデウスとエリスは互いの思いと考えをしっかり伝え合った後、改めて言葉を紡ぎます。結婚してください。ふん、結婚してあげるわ。なんとも二人らしいやりとりですね。結婚後、ルーデウスはもちろん他の妻二人との仲も円満でした。無色転生の世界では一夫多妻が珍しくなく、三人の妻全員が心底ルーデウスを愛していたので、それが信頼につながったのではないかと思います。またルーデウスとエリスの関係に1対1でフォーカスすると、エリスの方が積極的で、性行為ではルーデウスの方が責められていたようです。ルーデウス的にはこれはこれでありと関係に満足していました。それとエリスはルーデウスの子供を産むことに特にこだわっていました。また男の子が欲しいと強く主張しています。この辺は跡取りとして男の子の方が強く望まれる、貴族の家に生まれたゆえんなのでしょうかね。あるいは特に理由なく男の子が欲しかっただけというのもエリスらしいかもしれません。交流歴425年、エリスが20歳の時、アスラ王国で政争が起きます。アリエルが王位を狙うために立ち上がりました。アリエルは交流王ペルギウスの指示を得て、兄たちと戦える体制を作ります。アリエルはラノア魔法大学を退学し、アスラ王国へ戻ることとなりました。そしてこの時、ルーデウス、シルフィー、エリス、ギレーヌもアリエルに同行します。ルーデウスが同行を決めた理由は、彼の主となったオルステッドにとってアリエルが王位につくことは都合が良かったからです。シルフィーはもともとアリエルの護衛であり友人でしたので、同行は自然の流れです。エリスとギレーヌにとってはサウロスの仇討ちのチャンスが得られる可能性が高いというのも理由としてありました。アリエルの政敵の中にサウロスを政治的な罠にはめ処刑に追い込んだ相手が含まれていたんですね。この政争の最中、北帝オーベール、北欧ウィター、北欧ナックルガードという北進三剣士と戦闘になります。なお三剣士と言いつつ、ナックルガードは2人1組の双子の剣士ですので、実際は4人揃って北進三剣士という状態でした。北進三剣士との戦いでエリスは奮戦し勝利に貢献します。さらにこの清掃中、水神レーダリーヤも敵として立ちふさがりました。レーダはあまりに強く、エリスもルーデウスも何もできず、剥奪見解という技で歯を突きつけられたも同然の状態にされてしまいます。オルステッドが救援に現れなければ捨て身で特攻を仕掛けるしかなかったことでしょう。エリスは成長し強くなりましたが、上には上がいる。無色転生の世界の頂点はどこまでも高いですね。このように何度も困難にさらされた一行ですが、最終的にアリエルは無事に清掃に勝利し、エリスとギレーヌは仇討ちを達成します。そしてアリエルはオルステッドの傘下に入り、ギレーヌがアスラ王国に仕えるという形に収まりました。これはオルステッドやルーデウスにとって望ましい結果であり、勝利と言えるでしょう。交流歴427年、エリスが22歳の時、彼女は子供を出産します。エリス自身の希望通りの男の子で、人族の英雄の名前にあやかってアルスと名付けられます。出産時、ルーデウスは国外であるシーローン王国へ出かけていました。出産に立ち会えなかったことにルーデウスは罪悪感を覚えますが、エリスは特に気にしません。
むしろルーデウスが喜びの感情を見せないことに対し戸惑っている部分の方が大きかったようでした。ルーデウスが喜ばなかったのは出産に立ち会えなかっただけでなく、シーローン王国での立ち回りで失敗し、ダノバの弟を死なせてしまったことが理由です。個人的な感情はもちろん、オルステッド陣営としてもこれは失敗でした。そのような状況であったため、今の自分に喜ぶ資格があるのかとルーデウスは迷います。しかしそれでもルーデウスにとって直接的に大事な存在は誰も死ななかった。ルーデウスはそう考え直して喜びをあらわにして長男を抱くのでした。交流歴430年、エリスが25歳の時、彼女はギースの率いる人神陣営と戦います。この戦いはオルステッド陣営としての立場で言えば、ルーデウスとエリスにとって最後の対戦と呼べる戦いでした。この戦いにはルイジェルドも参戦し、デッドエンド再結成となります。そこでエリスはかつての師であるガルファリオンと戦うことになりました。ガルは弟子であるジノに敗れ、献身の座を失っていましたが、それでも元献身です。実力的にはエリスよりも格上のはずでした。しかしこの戦いにエリスは勝利します。理由は2つ。1つは1対1ではなく、エリスの背後にルイジェルドが控えていたことです。直接的にはこれが決め手でした。ルイジェルドがガルの攻撃を受け止め、そこで生まれた隙をついたことでエリスは勝利をつかんでいます。ルイジェルドがいなければエリスはおそらく死んでいたので、小さな要素とは言えないでしょう。しかし勝利できたのにはもう一つの理由の方が大きかったと思われます。ジノに敗れたことでガルは自分の剣を見失っていました。故に鍛え続けた剣心流の技ではなく、推進流の技をこの戦いでガルは使い、その時点で彼の歯車は狂い、本来の強さを失っていたのです。エリスはガルの遺言と剣を受け取ると、かつての死を仮装しました。そして次の戦場でルーデウスや他の仲間たちと共に最大の強敵、刀身骸をまとったバーディーガーディーに挑みます。刀身骸とは7大列強3位に君臨する鎧のことです。同じく7大列強の1位と4位に位置するラプラスが2つに分かれる前、魔竜王ラプラスと呼ばれていた頃に1万年の時間をかけて開発しました。刀身骸には装着したものが暴走する上、装着者への負荷も大きいという欠点がありましたが、その力は絶大でした。本来の力を考えるとルーデウスたちにはほぼ勝ち目はなかったでしょう。しかしバーディーガーディーが理性を保ったことで強さ的には弱体化しており、さらにルーデウスたちが切り札であるマジックアーマーゼロ式を用いることで対等に戦うことができました。しかしあと一歩及ばない、その状況でエリスが援護をしますが、愛犬が折れてしまいます。そこでルーデウスは自身の魔力を込め、最高峰の魔剣王竜剣カジャクトを投げ渡しました。それを手にしたエリスの一撃がバーディーガーディーを倒し、ルーデウスたちは勝利します。決着をつけた一撃が主人公のルーデウスではなくエリスだというのは驚きですね。交流歴431年から440年、正確な時期は不明ですが、エリスが30歳前後の時に第二子のクリスティーナを出産します。同じ年にロキシーもリリを出産しました。クリスティーナはエリス譲りの赤い髪の持ち主で、張った声が大きいのもよく似ています。また腕っぷしの強さも似ましたが、エリスほどは強くなく、兄弟の中では一番弱いと言われています。交流歴438年、エリスが33歳の時、息子であるアルスがアイシャと駆け落ちをします。そして息子に対し覚悟を見極めるため決闘を挑み、エリスはアルスの腕を切り飛ばします。腕は後で魔術でくっつけましたが、30歳を超えてもエリスの苛烈さも強さも健在であったようですね。このエピソードでは近親相姦のネタを含んでいたので批判も多く、現在は非公開になっており、残念ながら見ることはできません。交流歴475年から479年、エリスが70歳を過ぎた頃、彼女はこの年齢になっても健康的に体を動かしていました。そしていつも通りに運動し、ベッドに倒れ込むとそのまま息を引き取ります。死因は老衰です。70代で寿命というのは早すぎるようにも思えますが、無色転生の世界ではこの辺が人族の寿命であるようです。エリスの死に気づいた時、ルーデウスは泣き叫びました。最愛の人に最後まで愛された人生であったことがわかります。エリスにとっては満足のいく人生だったことでしょう。交流歴407年、ルーデウスは現実世界で死亡した前世の男から異世界に転生する形で、グレイラット家のパウロとゼニスの第一子として誕生します。彼が転生した異世界は六面世界と人の世界と呼ばれ、現実世界とは完全に違う剣と魔法の世界でした。六面世界に転生してから約半年後、コモリースから転倒したルーデウスにゼニスがヒーリングをしよう。ルーデウスは自分が転生した世界に魔法が存在することに気づいたのです。ちなみに交流歴400年、ルーデウスが誕生する7年前に、この物語の最初の大転換点、ピットア領転移事件の原因となる時空の裂け目が、後に彼が家庭教師として赴くロアの町の上空に出現しています。交流歴408年、ルーデウスは1歳からハイハイでグレイラット家の中をそこら中うろうろしており、赤子とは思えない行動範囲で周囲の大人をやきもきさせます。
またこの時のルーデウスですが、中身が元34歳のおっさんなので、赤ん坊の立場を悪用してゼニスのパンティをかぶってニヤついたりします。ちなみに次女のリーレはこのルーデウスの仕草が昔仕えた王宮の変態小太り大臣が浮かべる笑顔とよく似ていたことで激しい嫌悪感を抱きます。さらにリーレはこの時子供とは思えない笑みを浮かべるルーデウスが呪われているか悪魔に取り憑かれていると勘違いしていました。この頃ルーデウスは自宅内にある本をほぼ独学で読み始め、自力で文字を覚えます。ちなみにこの世界には6種類の言語があり、全て私たちが普段話している日本語とは違います。この世界に転生したルーデウスはよくある異世界転生もののように異世界言語が全て理解できるような転生チート能力はありません。このため言葉は普通に学習して覚える必要があったのです。この時ルーデウスが覚えたのは中央大陸で主に使われている人間語でした。また彼は自宅で魔術教本を見つけ、魔術への興味を抱き始めます。交流歴409年、2歳になると自分で立って歩けるようになり、魔術教本をもとに自分の力で魔術を使い始めます。この世界での魔術は魔力を使って様々な現象を起こす技術として捉えられており、さほど特別なものではありません。簡単な魔術は練習すれば誰でも使えるようになります。魔術を発動させる方法は詠唱、無詠唱、魔法陣の3つがあり、その中でも詠唱を伴って魔術を使うのが一般的です。ルーデウスは最初魔術教本に書かれた詠唱を読み上げ、水玉を生み出す魔法ウォーターボールを発動。初の魔術成功に喜びますが、彼はさらにゲームオタクだった頃の研究心を発揮します。最初の魔術発動の際に体中を巡った魔力の流れを思い出し再現するというイメージトレーニングを開始。そうしているうちに無詠唱での魔術発動に成功します。この世界では詠唱を使うことで魔術が自動的に発動されるため、魔術発動は必ず詠唱が必要ということが常識でした。しかしルーデウスはこの常識に縛られていないため、詠唱なしでの魔術の発動、無詠唱魔術に成功したのです。またこの時ルーデウスは魔力総量を増やせるということを発見します。この世界では魔力総量は生まれた時から変わらないというのが常識でした。しかしルーデウスは魔術を使って自分が生み出す水玉の数が日々増えていくことで魔力総量が増えていることに気づいたのです。無詠唱魔術も魔力総量の増加もこの世界の常識を覆すような発見でした。交流歴410年、3歳になったルーデウスは中級の水属性魔法を一人で成功させます。魔術は難易度に応じてランク分けがされており、低いランクから初級、中級、上級、正級、王級、低級、新級の順です。得意系統の魔術が上級になると一人前の魔術師と評価されます。この時発動した魔術が強力で家を破壊してしまいますが、これを見た母ゼニスがルーデウスの才能に期待し家庭教師を雇うことになります。この時家庭教師としてやってきたのが水星級魔術師のロキシーでした。ちなみにこの時ロキシーの年齢は37歳。ルーデウスとはかなり年齢差があるように思えますが、彼は前世の34年間分の記憶を保持しています。つまり精神年齢的にはルーデウスとロキシーは同い年とも言えるでしょう。またこの時本格的な魔術の修行を受け始めると同時にパウロから剣術も習い始めることになりました。交流歴412年、5歳になったルーデウスは最終試験をクリアしたことでロキシーから水星級の実力と認められます。この世界では星級魔術師1人は1000人の兵士に匹敵します。星級の魔術が使える人はいわゆる達人と呼ばれる存在のようです。またこの最終試験でルーデウスはロキシーに連れられて初めて家の敷地の外に出ます。実は彼は転生前に引きこもりだったトラウマが治っておらず、生まれてから一度も家の外に出ていませんでした。そのトラウマをロキシーのおかげで克服することができたのです。そしてロキシーはリューデウスの教育が終了したことでグレイラット家を去ります。ロキシーが去った後リューデウスには新しい出会いが訪れます。ある日彼は村の中で獣人の血が混じった母とハーフエルフの父を持つ少女シルフィエットと出会います。彼女を村の子供たちのいじめから助けたことで2人は友達同士に。そしてリューデウスは彼女に魔術を教え始めます。ただこの時シルフィエットの髪が短かったこととズボンを履いていたことからリューデウスは彼女を男の子だと勘違いしていました。交流歴413年、6歳に成長した時シルフィエットがリューデウスの身を見まねで無詠唱魔術を使えるように。リューデウスはこれに喜びますが、天気の悪化を見逃し2人は雨に濡れてしまいます。そして濡れてしまったシルフィエットを家に招待することに。ここで服を着替えさせるため嫌がるシルフィエットを無理やり裸にします。シルフィエットの裸の姿を見てリューデウスは初めて彼女が女の子だったことを知ったのです。またこの年ゼニスとリーレが妊娠します。しかし実はリーレの方はパウロとの浮気でできた子供でした。この件でゼニスはパウロと離婚するかというほど喧嘩します。気まずい空気の中リューデウスがゼニスをうまく説得することで事態を収拾。リューデウスは以前ロキシーのパンツをご神体としていたことをリーレにバレていたのですが、これを見逃してくれたリーレに恩義を感じており、なんとか彼女を救いたいと考えていたのです。その後ゼニスからはノルン、リーレからはアイシャという女の子が同じ日に生まれました。
交流歴414年、7歳になったルーデウスに一つ目の大きな転機が訪れます。シルフィーと親密になりすぎ、お互いへの依存が成長を阻害しかねないことをそれぞれの父親が危惧。ルーデウスはパウロによってボレアス家に強制送還されました。この時にルーデウスを連れて行った女剣士ギレーヌは、もともと黒狼の牙という冒険者パーティーの一人で、パウロやゼニスと共に戦ってきた仲間でした。パウロは信頼できる彼女にルーデウスのことを託したのです。ボレアス家で待ち受けていたのは暴れん坊霊嬢のエリス。挨拶をするルーデウスに対し、彼女は年下のくせに生意気だといきなりの平手打ち。ルーデウスも負けじと平手打ちを返しますが、100倍返しで顔面を殴られる始末。ルーデウスはとんでもない暴れ馬の家庭教師を任されたと痛感しました。交流歴415年、ルーデウスは8歳になり、ギレーヌから剣術と重心語を教わります。ちなみに重心語は従属、エルフ、ドワーフ、ホビットなどが使用しています。重心語は他の言語と比べて文字数が少なく、難解な言い回しも存在しないので習得が容易なようです。交流歴416年、ルーデウスは9歳になり、ロキシーから送られてきた時点で魔人語を習得します。ロキシーは魔大陸出身なので魔人語を習得しており、この言語の習得に悩んでいたルーデウスのため、わざわざ自分で編集した辞典をルーデウスに送ったのです。ロキシーの優しさと辞典まで編纂する真面目さが垣間見えますね。ちなみになんとアニメ版では魔人語は実際に使われており、声優さんが魔人語で会話します。アニメで使用された際はズールー語を元に発音などが作られていると言われています。交流歴417年、10歳の誕生日を迎えた翌日に2つ目の大きな転機であるピットア領転移事件が発生します。多くの人々がどこへともなく世界中に転移させられてしまい、ルーデウスとエリスは魔大陸へ、そしてブエナ村で暮らし続けるシルフィーやパウロたちグレーラット一家もそれぞれ散り散りになってしまいました。魔大陸へ転移したルーデウスは、人神からの助言でスペルド族の戦士であるルイジェルドと出会います。そしてエリスと一緒にピットア領への帰還を目指す長い旅を開始。またこの旅の中でルーデウスはスペルド族の評判を回復するため、3人で冒険者パーティーレッドエンドを結成します。交流歴418年、魔大陸での旅を続ける中、11歳になったルーデウスは魔界大帝キシリカと出会い、予見眼を授けられます。この世界では特殊な能力を持つ目のことを魔眼と呼びます。キシリカは12種類もの魔眼を所有しており、現在はそのうち6種類を他人に与えることができます。こうしてルーデウスはちょっと先の未来が見える予見眼でパワーアップを果たしました。その後捕らえられていた聖獣を助け、元パウロの仲間だったギースを一時的にデッドエンドに加えます。旅の途中に訪れたミリス神聖国でルーデウスはパウロと再会。感動の再会を期待していましたが、2人の再会は全く逆の形に。自分の家族まで転移していたことを知らなかったルーデウスと、自分のメッセージを見つけ息子も捜索に繰り出していると期待していたパウロは、お互いの食い違いが原因で大喧嘩をしてしまいます。この時ギースのフォローで仲直りはできましたが、パウロをボコボコに殴るルーデウスを妹のノルンが目撃してしまいます。ノルンにとってはこれが物心ついてから初めてルーデウスに出会う場面。この衝撃のシーンは幼かったノルンの心に深い傷を残してしまいました。その後ルーデウスたちはパウロやノルン、ギースと別れて再び3人でフィットア領を目指します。交流歴419年、12歳の時点でたどり着いたシーローン王国で、第1王子ファックスに監禁されていたリーレやアイシャと再会します。またこの時ルーデウスは第3王子ザノバとも出会います。ザノバはルーデウスが過去に作成したロキシーの土人形フィギュアに心酔していました。このためこの制作者がルーデウスだと分かると感動して彼を師匠と呼ぶようになったのです。ちなみにこのロキシー人形は作中のものをそのまま再現したフィギュアが売っていますので、興味がある方はぜひお買い求めください。リーレやアイシャと別れた後、アスラ王国を目指すルーデウスたちはその途中の赤竜山脈に向かいます。ここで出会ったのが竜人オルステッド。オルステッドは6面世界で最高の戦闘力を持つとされ、7大列強の2位で竜人の称号を持っています。1位の義神ラプラスが行方不明なため、実質的に作中で最強の存在。また人の世界に現存する全ての技と術を神級以上で使用可能な超チートキャラです。また彼にはこの世界のあらゆる生物から嫌悪か恐怖される呪いがかけられています。このためオルステッドを目撃した時からルイジェルドもエリスも怯えていました。しかしオルステッドの呪いは異世界からの転生者には効果がありません。このためオルステッドに対する恐怖を感じないルーデウスはつい彼を呼び止めてしまいます。そしてルーデウスが夢に人神が出てくることを話した瞬間、ルーデウスはオルステッドに胸を貫かれます。オルステッドはルーデウスの言葉で彼を人神の手先として認識し殺そうとしたのです。一度は死の淵に落とされたルーデウスでしたが、オルステッドと共に冒険する仮面の少女七星からの進言で九死に一生を得ます。交流歴420年、13歳となったルーデウスはルイジェルドとも別れ、エリスと2人でフィットア領に帰還を果たします。ここでギレーヌやオルフォンスと再会し、彼女たちからエリスの両親や祖父サウロスの死亡を確認。この時のギレーヌたちの態度はエリスには以前と違って距離を置いたように感じられます。
家族の喪失や周囲の態度の変化にエリスは、世界に味方はルーデウスしかいないと焦りを覚えます。そしてルーデウスと離れたくないと考え彼を誘惑することに。その晩ルーデウスはエリスと初体験を迎えますが、ルーデウスに自分が釣り合わないと思い込んだエリスは、翌朝には剣術修行のためギレーヌと共に無言で旅立ってしまいます。一方エリスの行動をルーデウスはエリスから見放されたと誤解してひどく落胆しました。エリスに愛想を尽かされたと諦めたルーデウスはゼニスを捜索するという目的を再認識し、再び冒険者として一人で旅立ちました。ちなみにアニメ1期ではここまでのストーリーが描かれています。交流歴421年、14歳になったルーデウスは中央大陸北方大地で冒険者として活動します。そして様々なパーティーに一人で参加し、泥沼の二つ名で知られることに。こうした中でルーデウスは B ランクの冒険者パーティーカウンターアローと出会うことになります。ある日パーティーメンバーのサラの窮地を救ったことで彼女から好意を持たれ始めます。サラはもともとルーデウスに冷たかったのですが、彼に救われてからは一気に距離を縮めてくることに。酒の席でルーデウスの隣に座り、彼に猛アタック、新しいナイフを買うという口実でルーデウスをデートに誘います。初めてのデートの夜、いい雰囲気になった二人はベッドイン直前まで行くのですが、ここで予期せぬ出来事が発生。なんとルーデウスは以前のエリスとの経験がトラウマになり ED になっていたのです。ルーデウスが勃起しないことでサラは彼が自分に興味を持っていないと考え、最悪とつぶやき部屋を出ていきます。失意のどん底に落とされたルーデウスは S 級冒険者のゾルダートに相談。ゾルダートはプロなら治せるかもしれないと彼を夜の街に連れて行きました。しかしプロの娼婦の技でもルーデウスの病気は治せません。朝まで焼け酒を飲んでいたルーデウスは酔った弾みの不用意な一言でサラの決定的な誤解を招き、強烈な平手打ちを食らいます。そして彼女の誤解も解けぬままルーデウスはゾルダートのパーティーと共に街を去ったのでした。交流歴422年、ルーデウスは15歳になり、ここから学園編と呼ばれるストーリーが始まります。この学園編は3つ目の転機とも言えます。ルーデウスはパウロ、ロキシーのそれぞれと冒険していた経験がある女性のエリナ・リーゼと出会い、彼女からゼニスの居場所を教えられます。彼はラノア魔法大学から来た教頭ジーナスからの誘いや、エリナ・リーゼからのアドバイスでラノア魔法大学へ入学する道を選びました。大学内で学園生活を送る中、リニア、プルセナやクリフ、魔王バーディーガーディーと出会い、再会したザノバ、そしてエリナ・リーゼともいい友人関係を築いていきます。さらにオルステッドと冒険していた七星とも再び出会い、彼女が現実世界からの転移者であることを確認、そして学業と並行しながら七星を現実世界へ帰還させるための研究も手伝い始めます。さらに同じ大学内ではアリエル王女との出会いや、グレイラット家出身のルークと彼女の護衛として働くシルフィーと再会します。しかしこの時のシルフィーは転移事件の際に白髪になっていました。さらにゴーグルで顔を隠し、フィッツという偽名で編入していたためルーデウスは気づきません。そのため先輩と呼びながら徐々にシルフィーであるフィッツへの思いを募らせるようになっていきます。交流歴423年、16歳の時期に大きな転機を迎えます。アリエル王女の企みでルーデウスとシルフィーはとある冬山に赴くことに。二人はブエナ村で出会った時と同じようなことを追体験します。そしてルーデウスはフィッツの正体がシルフィーであることに気づきました。そしてシルフィーへの思いを確かにしたルーデウスは彼女に告白しました。思い人と結ばれたシルフィーはルーデウスが ED を克服できるようにアリエルやルークに相談します。二人のサポートを受け彼女は全力でルーデウスを誘惑。シルフィーの努力のおかげでルーデウスは ED を克服でき、彼女と結婚することができました。前世ではできなかった結婚を転生後かつまだ16歳という若さで実現してしまったわけですが、それも転生後からの努力の賜物でしょう。結婚後のルーデウスはシャリーア地方に購入した家でシルフィーと一緒に住み始めます。そこでルイジェルドに連れられたノルンやアイシャと再会。二人との接し方にルーデウスはいろいろと悩むことになりました。まずノルンは魔法大学に入学することを希望し入寮、そしてアイシャはルーデウスのメイドとして一緒に住むことになりました。そんな中ラノは魔法大学でノルンが引きこもりに。ノルンの引きこもり事件を経てルーデウスはギクシャクしていた彼女との関係を和解します。ちなみにルーデウスが購入した家はもともと幽霊屋敷と言われていました。この屋敷を購入する際、屋敷内にいた人形を倒し、この人形をきっかけにザノバが自動人形の研究を始めることになったのです。シルフィーやアイシャを交えた生活も落ち着き始める中、ギースからゼニス救出困難、救援を求むとの手紙が届きます。ルーデウスは悩みましたが、シルフィーやノルンの後押しもあり、エリナ・リーゼと共にベガリット大陸への救援を決意。大陸に到着した後、パウロやロキシーたちより遅れる形で転移の迷宮に潜入し、彼らと共に戦います。その迷宮の守護者であるマナタイト・ヒドラとの激闘の末、なんとかゼニスを救い出します。しかしその戦いの中でルーデウスをかばったパウロが死亡。さらに救い出したゼニスも廃人化してまともに話すことすら困難な状態でした。父親との死別と母親の廃人化というあまりにも残酷なダブルパンチで、
リューデウスは失意のどん底にまで落とされます。しかしそんな彼をロキシーが支え、体の関係を持つことに、エリナ・リーゼの後押しもあり、ロキシーを二人目の妻として迎えることになります。この年のルーデウスは悲しい出来事もありましたが、その反面思いがけないスピード婚で憧れのロキシーを二人目の妻に迎えました。さらにシルフィーとの第一子ルーシーも誕生するなど、少し幸せなひとときを過ごせたのが救いでしょう。交流歴424年、17歳でロキシーの認定試験を受け、水曜級魔術師となります。魔術師が級を名乗るには、その階級の魔術が使えることが必要です。ルーデウスは魔法大学入学時点で攻撃魔術の威力は低級レベルでした。王級以上は使える人に教わるか、本を見つけるかしか習得する方法がありません。しかし彼には王級、低級魔術を使える人が周りにいなかったので、ロキシーに水王級魔術を教わるまで肩書きは水星級のままだったのです。ちなみにこの時教わったのはライトニングという魔法。ロキシーでも5回に1回程度の成功率でしたが、リューデウスは1回で成功させ、ロキシーに少し悔しがられます。なお一緒に教わったシルフィーは使えるようになれませんでした。またこの年にクリフとエリナ・リーゼが結婚。リューデウスは結婚式ではしゃぐノルンとアイシャを見て、彼女たちの誕生日パーティーを開いていなかったことを思い出します。無色転生の世界では5歳、10歳、15歳の誕生日で大規模なパーティーを開催し、盛大に祝うのが貴族の風習。ノルンとアイシャはすでに11歳になっていましたが、リューデウスはそこにはこだわらず、家族とサプライズでの2人の10歳の誕生日パーティーを行います。パーティーは大成功し、少し遅れて家族になったロキシーも含めて、リューデウス一家はますます仲良しになりました。交流歴425年、18歳に成長した頃、七星との召喚術の共同研究もかなり進みます。失敗も何度か経験しましたが、この頃には元の世界から種なしスイカを召喚することを成功させていました。研究をさらに進めるため、七星はとある人物に会いに行くと言い出します。その人物とは交流王ペルギウス・ドーラ、竜神に次ぐ力を持つ五竜将の一人で召喚魔術の権威です。ペルギウスは400年前に魔人ラプラスを封印した三英雄の一人でもありました。また彼はこの世界で唯一空を飛ぶ乗り物である空中城塞ケイオスブレーカーに住んでいて、魔人ラプラスを復活直後に倒すため世界中を監視しています。アニメ1期でも少し出てきていましたね。彼は実は七星の召喚術の師匠とも言える存在。召喚魔術と結界魔術は神級で、他の魔術も概ね聖級までは使用できるすごい人物です。この時ルーデウスは七星から、ベルギウスは長い時間を生きており、廃人化したゼニスを治療する手段を知っている可能性があると聞かされます。母ゼニスの記憶喪失が治るかもしれないと聞いたルーデウスは、治療方法を聞くため七星と共に交流王ペルギウスの空中要塞へ赴くことを決めました。しかし結局ペルギウスはゼニスの治療方法は知りませんでした。ただしゼニスの記憶喪失は迷宮の呪いの可能性があると判明します。しかも実はエリナ・リーゼが似たような経験をしており、200年前に迷宮から救い出されたことを知らされます。これはエリナ・リーゼ自身も自覚はしていたのですが、リューデウスがパウロを失った直後でもあったため、話す機会を失っていたのだと明かされます。エリナ・リーゼから壮絶な過去を聞いたものの、ゼニスの治療に直結するものは判明しませんでした。この時ペルギウスの要塞で七星がドライン病になり、血を吐いて倒れてしまいます。ドライン病は7000年前流行った魔力のない人間にのみ起こる病気。七星のように魔力のない人は外から入ってくる魔力を中和する力が弱く、体内に溜め込んでしまうので、完全な治療は不可能と言われていました。自分の病気が治らないと知って絶望する七星は、リューデウスに泣きながら、死にたくないと本音を暴露。これを解決するため、リューデウスは7000年前を知る可能性のあるキシリカに会いに行くことに。魔大陸で彼女と再会し、ドライン病の治療方法を聞き出すことに成功します。そしてドライン病の治療薬であるソーカス草を手に入れるため、フシマをアトーフェラ・トーフェライバックと戦うことに。彼女は初代北進カールマンの妻で、不死身の魔王バーディーガーディーの姉。武闘派の魔王かつ好戦的な性格で、強者との戦いを楽しんでいますが、作中屈指のおバカで話が通じません。リューデウスはなんとかアトーフェとの凄まじい戦いを切り抜けます。そしてペルギウスに救われながら、ソーカス草の入手に成功しました。その後ソーカス草で七星を治療し、リューデウスは自宅に戻りました。そして同じく交流歴425年、自宅で過ごすある日、リューデウスは老人化した未来の自分に出会います。そこで自分が人神から騙されていることを聞かされることに。未来から来たリューデウス、通称ローデウスから、これから自分に何が起こるかを教えられ、言われるがままに魔石病にかかったネズミを処分します。魔石病は体を徐々に魔石へと変える病気で、菌に感染して2週間程度で発症。神級の解毒魔術でしか治せません。子宮の中にいる胎児のみが感染し、感染した胎児から母体も次第に魔石へと変わり、最後には母体も死んでしまうという恐ろしい病でした。この時実はロキシーが妊娠していたため、未来の自分の助言がなければルーデウスはロキシーを失い、そこから破滅の人生を歩むことになっていたのです。ローデウスの歩んだ人生については最後に解説していきますので、最後までご視聴ください。
その後ルーデウスは人神と再び夢で出会います。未来の自分の日記から人神がルーデウスを陥れようとしていたことを知っている事実はバレていましたが、未来の自分の助言通り人神には従うことを伝えます。すると人神はオルステッドを殺してよとニヤーと笑います。こうしてルーデウスはオルステッドと再び戦うこととなりました。再戦に向けてマジックアーマーも製作し万全の状態で臨みましたが、それでも叶いません。また殺されそうなところを修行から戻ってきたエリスが救出。しかしエリスを加えてもルーデウスは敗北し、結局オルステッドの軍門に下ることになりました。またその戦闘後、ルーデウスは自分を救ってくれたエリスに惚れ直し、3人目の妻に迎え入れようとします。しかし彼女からは交換条件付きの勝負を挑まれることに。その条件とは、エリスが勝てた場合妻として受け入れてもらうというエリスらしい謎のルールでした。最終的にルーデウスの告白で勝負は彼の負けという結果に終わり、エリスからもふてくされながらも告白を受け入れられたことで結婚へとこぎつけました。ここでルーデウスはシルフィ、ロキシ、エリスというタイプの違う3人もの奥さんを持つ一夫多妻となっており、これを羨ましいと思う男性陣も多かったでしょう。エリスと結婚後もルーデウスには様々な出来事が続きます。大森林から召喚した聖獣にレオと名付けて飼い始めたり、オルステッドからの命令でアリエル王女の護衛を始めたりと、愛する家族を守る修行も開始します。ちなみにこの護衛の時、一緒に護衛をする冒険者にいたサラと再会。しかし再会したサラとは男女の関係になるようなことはなく、過去の誤解について和解します。交流歴426年から427年、19歳になってからもオルステッドの配下として味方を増やす布石作りをする傍ら、人神の使徒と戦うなど休まる間もない日々が継続。ルーデウス自身はさらに魔術の腕を上げ、火、風、治療、解毒魔術を請求まで習得します。またこの時にロキシーやエリスとの子供も授かり、それぞれララ、アルスと名付けられました。とはいえおめでたなどの嬉しいことばかりではありません。人神の影響を受けたビスタ王国がシーローン王国に侵攻。ルーデウスも参加することになり、この時オルステッドからシーローン王となっていたパックスを殺さぬようにと指示されていましたが、最終的にパックスが自殺し失敗。このため魔人ラプラスの復活先が不明となったことで、80年後の未来を見据えた戦力を集めるための活動も始めることになりました。この間にルーデウスも20歳に。現実社会では一昔前まで成人となる年齢ですが、多忙すぎなルーデウスにとっては成人おめでとうなどと騒ぐ余裕もなかったことでしょう。転生後から波乱続きながらも一夫多妻という幸せを手にしたルーデウスですが、幸せな日々ばかり続かず、ここからがさらに大変な人生の始まりとなります。交流歴429年、魔法大学を在学中にシルフィ、ロキシ、エリスと3人もの妻や子宝に恵まれたルーデウスですが、22歳の時点でザノバやクリフより遅れる形でラノア魔法大学を卒業。家庭も学校生活も充実していましたが、この頃から再び大事件に巻き込まれてしまいます。ミリス新生国のラトレイヤ家から呼び出しを受け、ゼニスと共に出発。そこで待ち受けていたのはゼニスの母親クレア夫人でした。クレアとルーデウスはゼニスの治療法をめぐって言い争いに発展します。クレアが見つけた治療法とは、200年前にエルフの女性が多数の男性と交わることで回復したというものでした。この治療法の騒動はいろいろこじれて、母ゼニスが誘拐される騒ぎになってしまいます。クレアが発見した治療法は実の娘で試すにはあまりにおぞましく、一人の相手を愛すべしという教義にも反するものでした。敬虔なミリス教徒のクレアは悩んだ末にこれを試すことを決意。しかしルーデウスたち孫にまで風評被害が飛ぶことを嫌ったクレアは、完全にクレア自身の責任にするべく実の娘であるゼニスを誘拐するという手段を取ったのでした。しかし運悪くこの時期にはミリス国内で巫女誘拐事件が勃発中で、ルーデウスは巫女誘拐の嫌疑をかけられてしまったのです。その結果神殿騎士団と戦わされる羽目となりますが、巫女の協力のおかげでなんとか和解できることに。この際にクレアとのいさかいもうまく収まります。この時クレアの方から自分の行いに対する罰を受けると申し出がありますが、ルーデウスは特に懲罰を科すこともなく許します。自分にとっては祖母にあたる女性とはいえ、散々ひどい目に遭わされてきた人を許せる寛大さに敬服するばかりです。さらにこの時巫女の能力によってゼニスには人の思考を読む能力があることが判明。また再会したギースから自身が人神の使徒である衝撃の事実が打ち明けられます。さらに愛者が顧問となっているルード傭兵団にミリス支部を開設。またルーデウスはバーディーガーディーの姉であるアトーフと戦闘し、この戦いに勝利したことで彼女を配下に置きました。これらの波乱が続く中、シルフィーとの間に第二子ジークハルトが生まれます。ジークハルトは数十年後、死神の称号と七大列強ゴイの座を受け継ぐほどに成長します。加えてルーデウスはキシリカと再び出会い、千里眼を授けられます。この頃ドライン病から目覚めた七星が念願の異世界転移魔法装置を完成。しかし帰還は失敗に終わります。
失敗の理由が未来の篠原明人による可能性に思い至った七星はルーデウスに未来への希望を託し再び眠りに入りました。ちなみに魔法陣に関する研究は探求心旺盛なペルギウスが引き継ぐことになりました。交流歴430年、23歳になったルーデウスはスペルド族の絶滅を目論むギースを止めるため仲間たちと共にビヘイリル王国へ向かいます。ルイジェルドとも再会し一緒にスペルド族討伐隊と戦うことに。この戦闘の中でルーデウスは7大列強の7位に君臨する北神アレクサンダーとも戦います。彼は王竜拳カジャクトを駆使しており凄まじい力を発揮。ルーデウスはなんとか勝利します。ちなみにアレクサンダーに勝利したことで彼に代わる7大列強の7位という座に君臨することになりました。さらにこの戦いの中でギースと闘神骸を身につけたバーディーガーディーと対決することに。なんと彼も人神の使徒でした。ラスボス的強さのバーディーの前にルーデウスたちは全滅直前の危機に陥ります。シルフィーやギレーヌが駆けつけ、さらにロキシーのおかげで間に合ったマジックアーマー、ゼロ式とオルステッドから渡された王竜拳カジャクトでなんとか勝利します。ギースが残した最後の策も打ち破り、ビヘイリル王国での戦いは終結。この戦いが終結してからは人神からの妨害も受けなくなりました。ちなみにルーデウスが北神アレクサンダーに人神対策を依頼しに来た際、再びサラと出会っています。この時サラはまだ冒険者でしたが、会うたびに成長するルーデウスを見て、自分も冒険者を引退していい男と結婚すると決意します。交流歴431年、24歳になるとルーデウスはサイレントセブンスターを名乗り活動するようになります。そしてこの名義で魔力回復薬の開発と販売を開始。なおこの名義は七星が魔法大学内で使っていた偽名です。七星自身がドライン病にかかり時間を止めて眠りについた際、実はルーデウスは彼女から篠原明人が自分を探せる手がかりを残してほしいと頼まれていました。この頼みを受けたルーデウスが七星の偽名を名乗って活動を始めたわけです。ちなみに篠原明人とは前世でルーデウスに助けられた高校生の一人です。トラック事故からかばわれたことで七星、本名の七星静香と共に命拾いをしています。このような活動を進める中でルーデウスはさらに子宝を得ます。ロキシーとの第二子のリリに続き、エリスとの第二子のクリスティーナも生まれます。交流歴441年、ルーデウスは34歳となります。30代になってからも偽名で活動を続けていますが、本編の物語はここから最終章に入ります。この年齢時、ララに不意をつかれたことで人神が封印される未来と、ルーデウス自身が天命を全うする未来を見せられました。くしくもこの34歳とはルーデウスが転生前にニートとして悲惨な人生を終えた年齢です。交流歴442年、35歳になりセブンスターの名義で新版魔術教本を出版します。交流歴459年、52歳となり赤子として転生したルーデウスももう壮年期を迎えています。さすがにこのくらいの年齢になれば青年期までに比べるとかなり落ち着いた生活に変わります。しかしそのような落ち着いた生活の中で、今度は自分の身内との死別という悲しい局面に何度も向き合うこととなります。まずルーデウスたちに支えられながら一緒に暮らしてきたゼニスが天命を全うするように69歳で死亡。死亡時まで廃人状態が完治しないゼニスですが、彼女には人の思考を読める能力があり、電話ができるララに通訳してもらう形でルーデウスも間接的にゼニスと会話ができていました。ゼニスの記憶の中には妄想も含まれていますが、それでもルーデウスが立派に育ったことを理解してくれていました。円満にという言い方は当てはまらないかもしれませんが、それでもパウロの時とは違い、自分の成長をしっかりと見てもらえただけでもルーデウスにとっては幸せだったのではないでしょうか。アニメでこの場面を見られるのはまだまだ先のこととなりますが、パウロやゼニスとの死別シーンも一期の時と同じように丁寧に描いてほしいものです。ちなみにゼニスはルーデウスだけでなく、ノルンやアイシャが成人したことも認知していました。交流歴470年、ルーデウスが63歳になった時に小説家となったノルンが大魔術師ルーデウスの冒険という本を出版。交流歴475年頃、ルーデウスが68歳を迎える頃、ゼニスに続いてエリスとの死別も迎えます。エリスは70歳過ぎでベッド上で息を引き取っていました。エリスは老いてもいつものようにトレーニングを欠かさずに行い、ベッドに倒れ込むとそのまま息を引き取ります。死因は老衰です。エリスが亡くなった時はルーデウスが第一発見者だろうと推察されます。後に彼がこの時治癒魔術をもっと早くかけてやれればと悔やんでいる場面があります。母親に続いて愛する妻との死別もまた辛いものですが、それでもせめて夫である自分が最初に発見した上で見取ることができたことが救いだったのではないでしょうか。交流歴481年、ルーデウスもとうとう老年期を迎えます。転生後から過ごした充実した人生が終わりに近づきます。74歳を迎えた時、ルーデウスも老衰によって多くの親族や知り合いに囲まれる形で息を引き取り、転生後の人生に幕を閉じました。彼の葬儀には種族の壁を越えて5000人もの参列者が集まりました。ルーデウスの人望が厚かったことが推察されます。交流歴485年、
リューデウスが亡くなって4年後、ジェド・ブルーウルフの手によりアスラ王国人物録にリューデウスの項目が追加されます。リューデウス・グレイラットという名前は転移装置の隅や魔術教本、街道にある橋の隅など様々なところで目に入る文字になっていました。しかし何をした人物かと言われると首をかしげる人が多いのだそうです。認識は人それぞれで、最強の魔術師という人もいれば学問の神と答える人もいるとか。リューデウスの人生を見てきた皆さんならすでにお気づきかもしれませんが、彼の功績はほとんど誰かと成し得たものということが理由として挙げられます。魔術なら七星、教育ならロキシ、芸術ならザノバなど、それぞれリューデウスよりも先に名前が挙がります。これによりリューデウスとは強者へのごますりがうまい人、人物名ではなく称号など様々な主張がされているとか。知っている身からすると面白い話ですよね。しかしアスラ王国人物録に彼の功績が記録され、人々の記憶に残っていくこととなりました。オタクでニートだった前世と比べると真逆の人生を歩んできたリューデウス、彼は確かにこの世界を本気で生きてきたと言えますね。まずローデウスとは何者かについて簡単な紹介をしていきます。ローデウスは原作小説153話に初めて登場したキャラクターで、主人公リューデウスの別世界線における未来の姿です。年齢は60歳以上ですが、具体的には明かされていません。現在のリューデウスよりも目が鋭くなり、シワや白髪など年相応の風貌をしています。ローデウスは自身の辿った悲惨な未来を変えるため、過去のリューデウスへ助言を与えに魔法を用いて未来から過去へやってきました。ローデウスがリューデウスに与えた未来の情報や助言はリューデウスを導き、物語の展開に重要な影響を与えました。ローデウスがいなければリューデウスも彼と同じく悲惨な未来を歩んでいたことでしょう。そんなリューデウスの恩人でもあるローデウスの苦難と絶望に満ちた人生について詳しく見ていきます。ローデウスの人生は過去のリューデウスを助けるためあらゆるものが犠牲になった悲劇の人生でした。ローデウスは彼自身の人生の中で人神の言葉に従った結果、彼の愛する人々が次々と死亡し、絶望の日々を過ごすことになります。彼の絶望は最愛の妻ロキシーを娘ララの妊娠中に失うことから始まります。ローデウスは師匠であったロキシーと結婚しており、ロキシーのお腹の中には待望の娘ララが宿っていました。そんな幸せな日々を過ごしていたローデウスの夢の中へある日人神が現れます。人神はローデウスに対し地下室を見回りに行くように求めます。人神のことを信用していたローデウスは人神の言葉通り地下室を確認し、異常がないことを確かめて地下室から去りました。しかし地下室の扉が開いた際、悲劇の原因となるものが外へ逃げ出してしまいます。それは魔石病にかかったネズミです。魔石病は発症すると体が徐々に魔石へと変わっていってしまい、最後には死に至る極めて危険な病気です。また治癒には神級の解毒魔術を用いる必要があり、回復させることは困難です。私たちの住む現実世界においてもネズミは多くの病原菌を抱えていることで有名ですが、無色転生の世界でも同様のようです。地下室から逃げ出したネズミはローデウスの家にあった食事をかじります。何も知らないロキシーはネズミのかじった食べ残しを口にしました。幸か不幸か、この時のロキシーは体内に新たな命を宿していました。そして魔石病は妊婦の胎児だけが感染し、母体まで死に至る病だったのです。初めは熱を出し寝込む程度の症状で済んでいましたが、足先から結晶化が始まったことで魔石病であることが判明します。魔石病を治療するためには神級解毒魔術を手に入れなければなりません。ここからローデウスの大切な人々が次々に犠牲となる悲劇と絶望の連鎖が始まるのです。ロキシーの魔石病を治療するために必要な神級解毒魔術は辞書ぐらいの分厚さを持つ書物1冊分の詠唱をして使用します。またその詠唱が記された書物はミリス神聖国ミリス教団本部ミリシオン大聖堂に保管されていました。なんとしてもこの書物を手に入れる必要があったローデウスは友人であるザノバとミリス教団教皇の孫であるクリフと共に書物を盗み出す計画を実行しました。なんとか魔術書の奪取に成功したローデウス一行でしたが、追ってから逃れる途中でクリフが毒を受け死亡します。ロキシーを助けるためにローデウスの大切な友人が犠牲となったのです。クリフの死を代償としながらも、自宅に戻ったローデウスを待ち受けていたのは取り返しのつかない絶望。彼が目の当たりにしたのは身体の半分を結晶化させすでに命を引き取ったロキシーの変わり果てた姿でした。またロキシーのお腹に宿っていた待望の娘ララも同様に魔石病の進行で生まれることなく死亡してしまいました。この一連の犠牲はローデウスの心に大きな絶望を与えることになります。しかし彼を待ち受ける悲劇はまだ始まったばかりだったのです。最愛の人を助けられなかった現実から目を背けるようにローデウスは酒に溺れた日々を送っていました。精神的に追い込まれた際、酒に逃げてしまう姿はリューデウスの父であるパウロが転移事件の後酒に溺れてしまっていた姿と重なってしまいます。
自身が守るべきだった愛する人を助けることができなかった現実を酒が忘れさせてくれたのでしょうか。そんな彼を心配していたもう一人の妻であるシルフィは必死に彼を励まそうとします。ところが完全に心を塞ぎ込んでしまっていたローデウスに彼女の献身は届きませんでした。シルフィが伸ばしてくれた手をローデウスは取ろうとはしません。あろうことか八つ当たりし、挙句の果てに娼婦にまで手を出してしまいます。ずっとローデウスのためを思って手を差し伸べていたシルフィへの裏切りとも言える暴挙です。結果的にこの決裂が決定的となり、二度と関係を修復することはできませんでした。シルフィはローデウスの元を離れアスラ王国へと去ってしまいます。まさかそのアスラ王国に次なる絶望が待ち受けているなど誰が想像できたでしょうか。シルフィが戻ったアスラ王国では次期国王をめぐる権力争いが勃発していました。そんな中、シルフィの同僚であり友人であったルークに人神からお告げがありました。ルークは人神のお告げ通り第二王女アリエルを王とするため王位三奪のクーデターを企てます。アリエルに恩義があるシルフィも賛同しこの戦いに参加しました。ところがクーデターはあっけなく鎮圧され失敗に終わってしまいます。クーデターに参加していたアリエル一派は全滅し、シルフィも無残に処刑された姿を民衆へ晒すこととなりました。片腕がなく顔に大きな傷が残るシルフィの死体に民衆たちは石を投げ込んでいました。あまりの悲惨な仕打ちに耐えられずローデウスは魔術で死体を燃やしアスラ王国の首都を焼失させます。もはやローデウスにとって国や民衆は味方ではありません。ロキシーに続き再び愛する人の変わり果てた姿を目の当たりにしたローデウスは社会からも孤立し、より一層生活を凄ませていくことになります。愛する人たちを失い消沈しているローデウスでしたが、悲しむ間もなく悲劇は続いていきます。ミリス教団の魔術書を盗んだ件でローデウスや同行者だったザノバはミリス教団から賞金をかけられ追われる身となってしまいます。ザノバと共に逃げ続けながら自動人形を販売し細々と生計を立てる日々、自分の家で家族や仲間たちと笑顔で過ごしていた賑やかな日々はもう見る影もありません。心がすさんだローデウスの元からは次々と仲間や使用人たちが離れていってしまいます。そしてある日、ローデウスの夢の中に人神が現れ真実を語ります。お疲れさん、君がバカなおかげで僕の思い通りにことが進んだよ。そうです、ロキシーやシルフィの死は偶然などではなく人神の暗躍によるものだったのです。復讐心を燃やしたローデウスは人神と対峙することを決意し、武器作りや情報集めに尽力します。ところがこの人神との対峙の中でもローデウスは多くの犠牲を強いられることになってしまいます。人神の情報をつかむため魔大陸を滑る不死魔王アトーフェラトーフェライバックに挑んだ際、危機に瀕したローデウスを助けるため戦闘に同行していたエリスが死亡します。不死魔王親衛隊長ムーアの攻撃がローデウスに迫り、エリスはローデウスをかばったのです。当時のエリスはローデウスと仲違いしたままでした。あろうことかローデウスは自身につきまとっていたエリスを人神の使徒と疑い邪険に扱っていたのです。しかしロキシーとシルフィを失って自暴自棄な生活を送っていた彼をエリスはずっと裏から支え続けてくれていました。そしてエリスの死後、ギレーヌからエリスはずっとローデウスを愛していたことが告げられました。気持ちがすれ違ったままなのに最後までローデウスを愛し支え続けてくれたエリス、彼女がいなければローデウスの人生は本当に大切なものを失うだけで無意味なまま終わってしまっていたことでしょう。エリスの犠牲でなんとか不死魔王との戦いから生き延びたローデウス、しかし戦いの留守中に邸宅がミリス教団神殿騎士団の襲撃を受けてしまいます。この襲撃により異母妹の愛者、そしてローデウスと共に人形作りを行っていたザノバ、ザノバに同行していたジンジャーとジュリエット、落ちぶれたローデウスに尽くしてくれていた4人が殺害されます。すでにローデウスを助けてくれる仲間は誰も残っていませんでした。人神に復讐するどころか出会うことすらできないまま守るべき人々を全て失ったのです。全てを失いながらも孤独に人神を追い続けていたローデウスは、人神が無の世界にいること、無の世界に行くためには五竜将の秘宝と竜神の秘術が必要なことを突き止めます。五竜将がそれぞれ持つ5つの秘宝と竜神の秘術を用いることで無の世界へ続く扉が開くのです。ところがローデウスは五竜将の一人ラプラスと竜神オルステッドの行方をつかむことができませんでした。その後も研究を続けましたが、結果的にローデウスは自身が無の世界へ行くことは不可能であることを悟ります。ローデウスがあらゆるものを犠牲にし全てを捧げて追い続けた人神への復讐は果たすことができなくなってしまったのです。悟った時のローデウスの怒りや無念は想像を絶するものだったでしょう。ローデウスは自身の手で復讐を果たす道を諦めました。しかし全てを諦めたわけではありません。ローデウスは自身の全てをかけて最後の勝負に出ます。絶望に満たされた自身の人生を回避するため過去を改変する道を目指したのです。人神を追い続けている際に竜族の遺跡で見つけた壁画を研究し、召喚魔術と転移魔術を合わせた過去転移魔術を開発しました。この魔術は行使したものを肉体ごと過去へと転移させる魔術です。またこの魔術の行使には戻る場所と時間、
起点となるものが必要でした。ローデウスは50年間苦しみながら書き続けてきた自身の日記を起点に過去へ飛ぶことに成功します。人神に騙されロキシーを死に追いやってしまう前のルーデウスに会うことができたのです。ところがこの魔術はまだ未完成で、ローデウスは術の発動時に内臓を失ってしまっていました。ルーデウスの目の前に現れた彼は肋骨から下に大穴が開いていました。自らの体のことを意に介さず、ルーデウスに対して必要な情報を伝えるローデウス。出会ったばかりのルーデウスに人神の本性や助言を短く示し、絶望の中で書き続けた日記を託し、生き絶えてゆきました。過去転移という大魔術の代償に、膨大な魔力と内臓を失ったローデウスの肉体はすでに限界を迎えていたのです。圧倒的な理不尽に悲しみ、怒り、あらゆる望みを絶たれてもなお決して最後まで諦めなかったローデウスの人生は、可能性が絶たれた未来ではなく、可能性に満ちた過去の中で終わりを迎えたのです。苦難と絶望に満ち、悲劇の運命に翻弄され、あらゆるものを失ったローデウス。しかし最後の最後に自らを犠牲に、過去のルーデウスへ全てを託すことに成功しました。絶望まみれの人生の果てに希望の未来を託すことができたのは、ローデウスにとって唯一の救いだったことでしょう。人神への復讐を果たせず、誰も守ることができなかったローデウスは、自身の力を何の意味もない力と語っています。ところが修練の果てにたどり着いたローデウスの力は計り知れないものだったことが分かっています。特にザノバと協力して作ったマジックアーマーはローデウスの非常に強力な装備です。マジックアーマーを装備した時の戦闘力は7大列強レベルの強さを誇るアトーフを上回っていました。このことから作中トップクラスの強さであることがうかがえます。そして若き頃から魔術研究者として非凡な才能を発揮していた彼ですが、作中で描かれているだけでも重力魔術、通信魔術、雷魔術、過去転移魔術など独自開発した魔術を数多く習得しています。また治癒魔術に関しては星球を習得していることが示されています。作中で描かれている治癒魔術は上級のシャインヒーリングが最も高い階級の魔術であり、これが切断された腕の傷口を塞ぐぐらいの魔術です。人神への復讐のため激しい戦いを繰り広げていたローデウスにとって、治癒魔術はさらに高い治癒力が必要だったのでしょう。ローデウスは無色転生の物語において重要な影響を与えた人物です。ローデウスがルーデウスに対して未来で経験した悲惨な出来事や人神への危険性を警告したことで、ルーデウスは人神を疑い、妄信せずに自分で判断をできるようになりました。逆にローデウスがいなければ、ルーデウスにも同じ未来が待ち受けていたことを思うと、思わずゾッとしてしまいます。またローデウスがルーデウスに提供した助言や情報から、ルーデウスは未来の出来事を予測し、新しい魔術や装備の開発にも生かされることとなります。ローデウスが装備しており十分強力だったマジックアーマーも、ルーデウスは目的に応じてどんどん改良を重ねました。そして何よりローデウスの登場は、ルーデウスの人間としての成長に大きな影響を与えました。ルーデウスが最愛の人々を守るために自身の行動や選択について深く考えることができるようになったのは、ローデウスが己の全てを犠牲にしてルーデウスの未来を託してくれた経験があったからこそでしょう。もはやルーデウスにとって自分の人生の幸せはルーデウスただ一人のものではないのです。ローデウスが託した希望の未来をルーデウスは何としても掴むべく決意し、行動へ移していきました。結果的にルーデウスはローデウスが経験してしまった悲劇を次々と回避していくことに成功し、愛する人たちと共に幸せな未来を送ることができます。ローデウスの遺体はルーデウスによって火葬され、遺骨は父であるパウロと同じ墓に納められました。ルーデウスにとってローデウスは父と同じ、自身の半身として大切な存在であることがうかがえますね。願わくばローデウスがパウロと共に彼らが命がけで守ったルーデウスの幸せな未来を見守りながら、安らかな眠りにつかんことを祈っています。今回は4人の人生について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。